皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。中根由紀です。中根さん、はい、もう月曜日火曜日とね、うん、午前様様は、はい、ファンファンフェスティバルが楽しかったですっていうメールがすごいんですよ。大盛り上がりでしたから。で今私の目の前にあるメール、もうほとんどファンファンフェスティバルですけども、はい、まあ、月曜日火曜日をスルーしてきた、はい、水曜日中根さんに思いを伝えたいっていう方々のメールが多数、はい、いやありがとうございます。まあね、うん、横山さんに対してのメッセージが非常に少ないこの配慮が一切ないこのリスナーたちのこのわがままメール、はい、いいよいいよそんなことないです。ちなみに昨日一番多かったファンファンフェスティバルの感想のメールは、うんうん、手嶋さんありがとうございました。もうまさかの裏方絶賛ね。私はこういうところにも目が行きますっていう、もうリスナーのアピール大会。あの私だけ気づいたんですけども、あの方もすごい頑張ってらっしゃって、この方もすごい頑張って、まあでもとはいえば手嶋さんが聞いた、何ですか、全部が終わって、はい、どんちょうがわーっと幕がわーっと閉まった後に、はい、お客さんから自然発生的に手嶋に拍手が起こり出して、うん、最後、手嶋にピンスポットが当たって全員が手嶋に拍手して手嶋が泣いたっていうこの一連の流れで、昨日さ終わってからさ、はい、午前様が喫煙所でさ、うん、来たんだよ、はいはいはい、パンテン倉本と一緒にさ、手嶋がいや本当俺やりきりましたみたいな、まあ、全て俺のおかげでうまくいきましたよねみたいな感じで来たの、はい、でお前泣いたらしいな最後って言ったら、いや泣いてませんねっつって、うん、うるっと来たんだろうって、いや来てませんねっつって、俺ああいう時一切あの感情表に出さないですからって言って、聞いたらもう膝から崩れ落ちるぐらい泣いてたあそうだったんですか。そうなの、全然見えなかったですよね。いや全然なのね、うん、それでさ、いやあの最後ねお客さんが出て行って、うん、そして何にもなくなったステージっていうところまで写真撮って、うん、まあ俺の仕事も終わったなと思って、はい、やりきったかっつって、まあ満足度皆さん高かったですよねっつって、お前の満足度がなっつってお前の満足度が高かったんだよと思いながら、もうやりきりましたもんね。うんうんみんな手嶋さんが燃え尽き症候群になるんじゃないかって、なんかアナウンス部の別の先輩も心配されてましたよずっとテッシーいつも働いてるから今回のでもう燃え尽きちゃったんじゃないかなって。あいつはもうずっと会社にいるから、住民票も会社に移したらしいからねもう移した。だからあいつのなんかいわゆる税金は会社が払わなきゃいけないくらいのお前も住宅手当とかいらねえだろ、もうずっとここにいるんだからさみたいななってんの。いやいやでも嬉しいですね、ね、手嶋さんの頑張りも認められて、はいはいはい、リスナーの皆さんからいろんな祝福の声もいただき、はい、横山さんへの声も、いやまあ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 、わかめちゃんへの声も、ま、多分さ、その今日は中根じゃないですか、明日川村じゃないですか、どうせみんな、はい、だ金曜日にもとんでもないことになるんだろう横山みたいな、もうなんか外とかでも、はい、わーっしょいわーっしょいみたいなことが行われるんだと思うの。もう忘れてんじゃないかなあいつらまだ喋っとるで、ね、ファンファンフェスティバル、もうだって金曜日なんて何日経ってんだってなりますからもう皆さん前に進んでますよ。しかしもう少し思い出に浸りてまあまあでも今日もたくさん来ていますので、はいはい、ご紹介させていただきますと、おジャンボたこ焼きロボットさんからは、はい、天才横山さん、中根さん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。4日の日曜日、午前様様5000回パンパンフェスティバル、本当にお疲れ様でした。はい。出演者が豪華だったことは言うまでもありませんが、うん、長い長いオープニングから、お天気に入り、はい、うん、午前様通信でのゲストライブ、はい、お便り様様でリスナーからの質問に答え、はい、エンディングの広島の空と、うん、いつもの朝の進行で進んでいきながら、その一つ一つにサプライズが散りばめてあり、改めてこんな素敵な番組をいつも拝聴させてもらえていることに嬉しさがさらに増しました。はい。ユッキーラッキーじゃんけんタイム。
スーパーコンピューター中根改良版と生で拝見できて幸せでした、うん、これからもずっと広島の皆様の中にちょこっとお邪魔させていただきながら、はい、元気いっぱい笑顔いっぱいの毎日を過ごしたいなと思います。うん、そうですね、うん、初めての意見ですね。御前様様のフォーマット通り行きましたねっていうのは実は狙いだったんですよ。お、素晴らしい。でほら昨日までバカなリスナーしかメッセージ、いやメッセージ送ってない、そんなことないです。鈍感バカリスナーたちが手島が手島がってああいうのばっかりしか来てないからさ、あれは言ってたんですよ、はい、だから御前様の流れをイベント風にやりましょうっつって、あーなるほど、の方が多分安心するし、うん、ラジオのイベントらしいよねって言って、でほら来られたかった、若干分かったかもしれないですけど、あのステージのセットとかもね、はい、いまいち芳しくなかったじゃないですか。あれはラジオはしょぼくやりましょうって、そんなことないですよ。お金はすごい潤沢であったんだけど、あえてしょぼくやりましょうっていうラジオだからっていうなんか風船がいっぱいあって可愛かったですよ。びっくり、なんだろう、遊園地のイベントステージみたいな感じだった子供たちが喜びそうな風船がいっぱいぶら下げてあるって。いやまあまあ、でもオープニングまでは学芸会みたいなもんだったんでまあある種ふさわしかったかもしれません。学芸会からの今度は宴会芸ねそうですね、お天気チームもなかなか頑張ってくださいましたし、ね、でそっからのバツ投げで終わるっていうなんだこのイベントみたいないや本当にメビウスさんと藤江さんがいてくださって、はい、よかったなって。本当ですね、はい、持つべきものはギャラの安い歌手っていう、もう本当ありがとう。そんな理由で呼んだわけじゃないでしょ。いやでもさ、うん、と思ったけど藤江淳二も、はい、そうだしさ、うん、メビウスもあの御前様様ファンファンフェスティバルの前の日は、うん、エールエールで牛乳の歌っていう新曲の発表会あってさ、はい、そこでダンスとかバリバリ踊ってさ、牛の格好をした子供たちとかね、そう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 やってて、ああいうのもちゃんとやりつつ、その自分たちが作りたい曲とかさ、うん、自分たちが送り届けたいこととかちゃんとこうメリハリつけてやってたりするじゃない、うん、はい、だからみんなそれぞれが藤江も、うん、メビウスも、はい、でほらまあ天気チームとかもそうだったりする、うん、ラジオカーチームもそうだったりするけど、はい、いろんな人たちが自分たちの持ち場でちゃんとやってるからあえてできるんだよね。本当にそうですね、はい、あの生ライブバンドの皆さんも、うんうん、もう臨機応変に、はい、私たちのグダグダにも対応していただき、いやそうだよ本当にね。しかもドラムの石井さんはさ、もう手島のコスプレ味方から洋服から全部、そうあそこまでそっくりな人初めて見ました。すごかったね。いやもう二度見どころか三度見しましたもん。いやいやいや、ドラム叩いてる姿を見て、双子もうマナカナみたいなのであのさ、リスナーの方でファンファンフェスティバル来られてない方分かんないと思うけど、はい、要するに、うん、まあ、横山万博をね、うん、今年やらせてもらった時に、はい、横山バンドっていうのを結成したんですよ、ね、で本当広島の一流どころの皆さんが集まっててさ、はい、で例えばさ、あのコーラーさ田辺さんって言って、はい、で、まあ、御前様様にもこれからどんどん皆さん出てこられると思うけど、うん、でベースも山本さんつって、はい、山本さんも御前様出られたし、でそのドラムが石井さんって言ってさ、はい、であとはあとキーボードが田辺さんでね、平田さん、うんうんうん、平田恵子さん、はい、でギターが平田亮さんなの、はい、でこの皆さんも例えば広島で名だたる方が来られた時に必ずコラボするみたいな方なの。そのドラムの人が手島と全く同じだったもんだから、ドラムの人が舞台袖とか通るとみんなが、あ手島、あ手島じゃねえのかってこう聞きたいことを全員が手島に聞かなきゃいけないこと全部ドラムに聞きに行くっていういや本当ですよ。私は川村と一緒にいて、え、あれドラム叩いてるの手島さん、え、あこういうサプライズ、え逆に俺たちに指示出してるのがドラムじゃねえかっていうどうなってんだこれみたいな、うり二つぶりだったりしまして、そこもぜひ皆さんチェックしてほしいですよ ね。これもアーカイブだと分かるかもしれないそうですそうです、あの、ね、会場に来られた方もちょっと遠かったかもしれないので、近くで、ね、見られてなかったりとかすると、うん、はい、ぜひ近くで本当に見てほしい、うん、表情までそっくりだから。そうなんだよ。で、あの藤江がね、そのドラムの人とね、うん、手島のツーショット写真を俺に送ってくれたの、はい、
あれを今度ブロマイドにしたステッカーにして配ろうと思ってみんな欲しいかなまあある種ねスペシャル感はありますけど、ね、そうだね、なかなかそんなステッカーできませんから、うんうんうん、別に5000回記念でも何でもない、俺も配るけどでも俺もいらないってなんだそりゃ。でもね、はい、まあ本当中根さん、はい、ねタッツンパッツンからね、うん、はい、今日は昨日の温風のような空気もだいぶ和らいで爽やかな空気ですね。空も台風が塵をそして埃を掃除してくれたようで、うん、綺麗な秋空が広がっています、はい、こんな晴れ晴れした空の上に心はモヤモヤ、うん、そうなんです。それはファンファンフェスティバルで川村ちゃんにじゃんけんで引き分けてしまい、お次に参加することができず、うん、ユッキーお姉さんと直接対決ができなかった悔しさから来るものです今日こそはユッキーお姉さんに勝って元気いっぱい、はい、じゃんけん 120% パワーで過ごす一日にしようと思います。今日も楽しい放送で大笑いさせてください。とか気まま水星人、はい、からもファンファンフェスティバル、そして、火曜から金曜まで毎日ずっと担当されている横山さんって改めてすごいなと思ったステージでした、うん、そして中根さんのスーパーコンピューター中根、はい、をまさか、うん、ファンファンフェスティバル生で見られるなんて、うん、そしてあの 120% ですをリアルに聞けるなんて本当に 200% ですの楽しさでした。ありがとうございます。今日も楽しく拝聴しますとか、はい、右投げ左向き、うん、これ衝撃の事実なんですけど、はい、右投げ左向きはお膳様様、うん、ファンファンフェスティバルにメッセージを送り、はい、そして場内で読まれ、で立たされ、恥をかかされたっていう結構長い間立っていらっしゃいましたからね。そうですね、その右投げ左向きですけども、はい、ファンファンフェスティバルのユッキーラッキーじゃんけんタイムで、はい、ラスボス中根さんに勝利し、うん、ステージで横山さんに罵られたのは、はい、私の妻です。そうだったんだあれじゃんけん大会やったんだよねみんなでね。はい、そうなんです。で川村、淵上、バーバラ、アニヤさん、横山さんと対戦してってどんどん人が減ってって最後ラスボスのユッキーラッキージャンケンタイムに参加できますよっていうのがあって一、はい、人だけ残ったんだよね。すごいですよねあんだけ何百人といる中で6回やったのかじゃんけんを、はいはい、一人だけ勝ち抜いた方がいらっしゃった。そう、6連勝っていう人がいる。すっごい。でステージ上げられて罵られて返されたって帰れ帰れって言ってあれはうちの妻です。わあ、そうなんだ。皆さんの前で、脇汗びっしょりステージに上がっていただきましたからね。でも私もラジオネームを呼ばれ、妻もステージに上がり、夫婦ともにいい思い出になりました。大活躍で。中根さんからいただいたステッカー、うん、は入院中の兄に渡すそうです。ああ、そうなんだ。楽しい時間をありがとうございましたって、はい、あ、そうなんだね。あの右投げ左向きは何にも、うん、住所も何にも書いてないのよ、うんうん、書いて送ってちょっとあのさ、その奥さんと一緒にステージ上で撮った記念写真を渡したいのよ、うん、あ、そうですね、うんうん、ぜひぜひ。すごいいいのが撮れてるよただ奥さんだけマスク外してないんだよねあ、まあまあまあ、そうなのよ。それはね、うん、だけどいい写真あるので、欲しかったら送ってね、はい、あとは岩国のログハウス、はい、から9月4日イベント最高でした、うん、開始前一緒に行った友人と2人、トイレでピンクの T シャツに着替えて会場に入ると、はい、あれ思っていた以上に T シャツを着ている人がいない、うんうん、そうなんで意外といなかったんだよね。そうでしたね。でも届いてなかったのかな。イベント T シャツを着て参加することがカープ以外で初めての経験だったので楽しかったです、うん、席が10列目の左端で、はい、オープニングで横山さんが会場のところから出てきて、中根さんも出てきて、うん、アニヤさんも出てきて、あの3人を間近で見られ感動でした。次は9月23日夢タウン廿日市、はい、での横山さんの小説アナウンサー辞めますのサイン会を予約しているので、いつでも着替えられるように一応ピンクの T シャツを大事に持っています、はい、いやもうぜひぜひ1回とは言わず
そうだよね、2回3回とこれから多分イベントがいろいろあるので、はい、ぜひ来てほしいですね。ね、ほら広島カープのレプリカユニフォームを、うん、いろんな会場に皆さん広島の方着ていかれるじゃないですか。はい、まあ結婚式の時来てらっしゃる方もいるし、そうですね、コンサートの時もいらっしゃるし、だから大事な時にあのカープのレプリカユニフォームって方最近多いじゃないですか、うん、だからこれからね大事な時にはもう御前様 T シャツって方あの人なんであれえらい目立つピンクの T シャツ着てんな、どういうことあれいやどうでしょうかね、分かる人には分かってニヤッとできるけど知らない人からするとこれねあれなんですよ、あの私が大好きなラジオ番組のね、うん、あの5000回のなんか記念で作られた T シャツでって、うん、もう喋れば喋るほど危ないってことあそうですか、それ以上はもういいですあもう関わらない方がいいんだなこの人はなっていうのを自分でどんどんアピールしていくまあでも逆にリスナーさんはどんどんこう寄ってきてくださるんじゃないですか、うん、そうだね、集まるところには集まるんですよきっと、うんうんうん、リスナーさん同士は、はいはい、で知らない人たちはこう避けていくまあでも何の世界でもそうだよね、まあ、俺たちほら、まあそうですね、よく秋葉原のさ、うんうんうん、地下アイドルとかさ、はい、あとそれこそほらAKB グループの握手会とかさ、うん、ああいうのテレビで見てうわきしょとかと思ったりするけど行ったら行ったで面白いんだろうなと、いやいいですよ、あとほら東京ビッグサイトでありますとかって言って、はいはいはい、コミケがさ、同人誌のこう販売があったりとかすると、うん、あそこ行ってる人見ると、うん、わキモと思ってするけど行くと楽しいんだろうなってそこの世界にあると最高なんだろうなと思うもんね。そうですね、しかも自分が好きなものをこの周りにいるみんなも好きなんだと思うとちょっと安心感がありそうですよね、うんうんうん、あこの空間いいみたいな、居心地がいい。俺もだって地下アイドルのコンサートとか行ってファイバーサイバータイガーとかって言いたいもんなんかダーダーってアイドルしてみたいもんいいですよね、あのダンスやってみたいですよね。そうアイドルよりも自分たちの応援の方が踊りが激しいっていうでこっちが息が切れてるってことをやってみたいもんねあれをステージで見るとやっぱ爽快なんだろうなとも思いますよね。そうだよね、だけど、うん、広島の空を一番最後に歌わせていただいた時に、うん、会場の皆さんが、うん、その一斉に手をこう振ってくださる姿とかは、うん、やっぱなんかじんときたなとかって思ったね、はい、一人でも多く目が合わないかなと思っていろんな人を見ました、うん、俺も最後に広島空歌ってる時に全員の顔見ようと思って、はい、左側の上からずっと全員はい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 、ああかわいい、あこんなかわいい人いんのか、あブスいやいやいやそういうために見てるわけじゃないでしょ、ブスあブスブスしかいないじゃんブスしかおらん、もっといたでしょ、でも本当全員の顔を見た、はい、それぐらい本当に顔がはっきり見えましたよね、うん、そうだね、それが嬉しかったです、うんうん、あと初めて自分の名前のうちは、はいはいはい、思っている方を見ましたアイドルじゃないし、こんな心境初めてと思って、はあ私の名前みたいな T シャツを、ね、着てくださってる方とかもお見かけしましたけれども、はい、皆さんが御前様様 T シャツ着てる中で、あのスーパーコンピューター中根 T シャツ着てる方が意外と前の方にいらして、意外といたいた紫の T シャツ私がいるみたいな、そう、 あのスーパーコンピューター中根 T シャツは俺が儲かった分みたいな正規じゃない分って貢献できましたそうっていうの来てくださってたりね、やっぱり嬉しいなって思いますね。そうだね、うんうん、だけどまあこうやってね毎日の放送、はい、で皆さんとこうやって戯れてるからできるんだよなとかって思って、うん、なんかほらあの9月4日の様っていうのは今日のお天気みたいに、うん、うわーっつって言って嫌なもの全部持っていかれましたみたいな、はい、気持ちいいもんしか残ってませんよみたいな爽快感があったので、うんはい、今日も皆さんに爽快感を送り届けられるように頑張って楽しくお送りしようと思う御前様様。今日は9月の7日水曜日、今日のメニューです。はい、10時20分頃からは何でもベスト3、あまり聞いたことがないランキングの上位3つを考えるお便りコーナー。今週のお題は絶対に買わないお弁当ベスト3です。はい、ということで昨日も TBS ラジオ爆笑問題カーボーイから爆笑問題太田光くんがこのコーナーには参戦ということでしたけど、はい、うん、昨日あれだったね、はい、あの御前様様のファンファンフェスティバルに行けなかったっていうクロッケのメールがまあ派手に読まれてネタにされてて、ね、嬉しかったですね。ちょっと嬉しかったね、はい、その前の週とかだってヘビ使い座は1日3通とか呼ばれてたとか、そうすごいですね。あいつさ、うちでは本当に読まれなくなって
蛇使い座おかしいな。昨日も来てたんだよ蛇使い座、で俺見たの蛇使い座のメール、つまんなかった。あらまあらあら、絶対あいつ手抜いてんだよ。本当そうなの。あとあいつの魅力は下ネタしかないっていうこと。下高よりもハードなやつ来た。ちょっと時間帯が違うんでしょうかね。そうなんだよ、ね、こう追い地にできるギリギリのラインじゃないんだよねもうね。あ、そうですね。あ、いやでも楽しかったな昨日も。あれだったのよ、はい、今ねこの週末、あの御前様聞いてるさ、映画監督の西川美和さん、はい、と太田さんが、たまたま仕事をそう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 することになって、太田さんの短編小説のその音で楽しむっていうメディアの演出をたまたま西川美和さんが監督することになって、で太田さんがマネージャーさんからなんか西川さんっていう方が次の仕事の演出されるみたいなの でこれ手紙預かってますよって言ったけど全然見てなかったんだって、でその手紙を前の日になって、あ、これ明日そういえばこの西川さんっていう人と仕事するんだなと思って、開けてみたら西川美和ですって書いてて西川美和あの映画監督のってっつって、もうすごいほったらかししてたんだけどつって、でそれで慌てて太田さんが俺んとこに連絡してきて、あの西川さんの手紙をさつって、俺ずっと何にも返信してないし見てもなかったんだよつって、でよろしく伝えといてって言って、そっから多分、7、8通、西川さんから太田さん、太田さんから西川さん、西川さんから太田さんっていうのが7、8通この2、3日でやり取りがあったの、それ全部俺を経由してんの。西川さん俺に送りで俺太田さんに送り、太田さん俺に送る、それ俺が西川さんに送るって延々してんの。俺ね2人のメール延々見てんの。まさに伝書バト超楽しいとかって思って。本当ですね。でもそれでつながってるわけですもんね。そう、ほら高校とか中学の時いたじゃん、あの好きな子に手紙を渡す子って、あの気持ちが初めて分かった。あ、やる、なんかやりがいが出てくるんだね。いいよいつでも、本当いつでもいいよって、その時ちょっとだけ中身見るけどね。あの気持ちがすごい分かってときめいちゃって、ワクワクしますね。しかもそれが7、8往復あるって。そうなんだ。でまだ太田さんがさ、実はこういう小説も書いてるんですと、短編の、でちょっと西川さんの現場でもう一個あるから見てよって言ったんだよねつって、で見てもらってつってパッて俺のくるわけじゃん、で俺も見るわけじゃん、もうメールだからさ、でへえこんなん書いてたんだとか、でそれ西川さん送るじゃん、で西川さんがそれについて、あ、私こう思いました、西川さんこの小説、へえなるほどね、とりあえずこれ写真撮っとこうみたいな。保存してる。人の会話を覗きして、それ延々やってる。幸せみたいな。だって映画界のトップとよ、お笑い界のトップの手紙が全部来るんだぜ。楽しいとかって思います。それじゃあもう御前様様でもこう共有してもらって、いやそうだね、あれだったらもう披露しようみたいな。何勝手にやってんだっていうね。これまた西川さんがまた何も喋らなくなってしまいますから、ね、そうそう、寡黙になっていくってね。そうそう、太田さんが何でもラジオで喋っちゃう。そうそう、そんな爆笑問題、太田光くんが毎週このコーナーに参戦ということですけども、何でもよし3、今週は絶対買わないお弁当なんですけども、太田光作ですけども、なんかちょっとなんか見たことないようなお弁当売ってるね、これね、これ何なんだ。あ、それね今すごい流行ってんすよ、ラグビー日本代表が試合直後に握ったおむすび弁当って。なんでなんで握るおにぎりを試合直後、試合終わって、はい、ちょっとこれ握ってくださいって、はい、つってですが販売して、手洗えてよ。握力があるんだかないんだか分かんないですよね。試合後って疲れ果ててもうゆるゆるで、ひょっとしたら柔らかいいいのができてるかもしれない。そうそうそう、意外とふわっとしてるという、はい、何でもベスト3、今週のお題は絶対に買わないお弁当ベスト3となっています、はい、そして9時台と11時台にお送りしている御前様会議、今週は夜食の話をテーマにお送りしていきます。はい、ということで今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様水曜日、では行きましょう、朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは JA 広島果実連の提供でお送りします。
クイズの正解者の中から抽選で3人の方に JA 広島果実連から三好産ぶどう三好ピオーネ2キロをプレゼントいたします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ夜食の話にちなんで今日は中根行き問題です。夜食はもう大学生の頃は結構食べてまして、ほうほう、特に友達のお家でみんなでこう飲み会をした時、うん、ご飯も食べ終わってお酒も一通り飲んだ後に、はい、ちょっとなんか買いに行こっかって言って、うんうん、みんなでコンビニに行くんですよね、はいはい、近くのコンビニ、うん、でそれぞれアイスクリームだったり、うん、ラーメンだったり、はい、あと冬はおでんとか、うん、もう何でも買っちゃう、はいはいはい、勢いで、うん、でみんなでそれぞれ自分のもの買っていったんですけれども、はい、よく一緒に行く友達から、え、ゆきってさコンビニで買うときいつもこうだよね、うんうんうん、といつもの私の行動を指摘されました。ほうほうほう。さて友達は私に何と言ったんでしょうか。あ、まあでもそうだね、大学生の頃って、うん、なんかみんなと同じだけ食べてみんなと同じだけ飲んだのに、うん、じゃあもう一品なんか買いましょうよとかって、うん、コンビニ行くとお前今からそれ食うのって思うありますよね。え、嘘でしょって、みたいな。え、それは脳みそが求めてんのそれをって思う時あるよね。でもそれを言うと私横山さんに対しても思いますよ。何だって一通り一次会あって解散、まあ、それこそあのホテルあのパオーンに行った時もそうでした、はいはいはい、みんなでホテル行く前にコンビニに寄ったじゃないですか、ね、私とか水でいいんですよ、はい、もうもはや。なのにパスタと何でした、おにぎり、はい、何でしたっけ、とにかく炭水化物を2つか3つ重ねて買ってて、パスタと赤飯のおむすび、そうそう、赤飯だ、何がおめでたいんだと思ってそんなめでたいんかってめでたいから食べてんじゃない、好きだから食べてんの赤飯なんてめでたい時しか食べないですよ、ね、エビマヨおむすび、おかもセットで買う、でそれにヘルシア緑茶がついてる、いやもう意味ないヘルシアで、そこに食べ終わった後に、はい、したらやっぱ甘いものが食べないと、脳みそがさ食事がまだ続いてると思うのよ、はいはい、なんか甘いものをデザート食べなきゃいけないからソフトクリームとかアイスクリームとかを買って、はい、でその時用にホットコーヒー買ってきて、いやもうもうフルコースをもう3回目みたいなそれをしかもコンビニで買っちゃうって、それこそまさにこの人何考えてんだって思いますよ。俺ね、そういえば、この中根のさ、はい、このトークでさ、うん、ファンファンフェスティバルで、うん、俺の中でファンファンフェスティバル最高のコメントっていうのが中根の口から出てるのね。あの3時間20分のイベントの中で、はい、バーバラがさ、なんかの午前様様が始まった時に、うん、上野さんがいた、うん、世良さんがいた、うん、そこに若手の横山さんが入ってた、うん、もうすごい癖が強いこの3人の中に私が入ってどうなるかと思ったっていう話を一生懸命してる最中に中根がポソッと、バーバラさんも気づいてらっしゃらないかもしれないですけどバーバラさんも相当な癖ですよって言ったあの一言が俺のあのイベントの中のもう最もベストなワードだった素晴らしかった。MVP。M もうとんでもない大谷みたいな感じ。他とレベルが違った。やったホームラン。あれは素晴らしかった。俺は思ってたの。はい。だけど俺が言うのは、言われた方が言い返すっていう。ああ、そうですね。ね。なんかそう言葉のあやみたいになるじゃん。じゃなくて、赤の他人が出てくるっていう。で、的を射るっていう、もう最高な、あれがね、あん中で一番面白かった。俺の中では。あ、よかったです。いやー、中根がいてよかったっつって。いや、バーバラさん気づいてないかもしれないですけどね、バーバラさん相当な癖ですよ。いや、どんな言い方したかな。いや、極力傷つけないような言い方を考えていたんですよ。だから、で、しかもそんなに大きな声でも言えなくって、みたいな感じで、ほそーっと入ってきて。恐れ入りますけど、みたいな感じで入ってきて。そうそう、恐れ入ります。でも、私たちからしたら、バーバラさんも結構癖がお強いかと思いますよ、みたいな。剣道で言うと、面でもどうでもいいって、コテーって言って。あのぐらいの塩梅コテーって打って入ってきたみたいな。そうそう。そしたらそこを横山さんがちゃんと重ねて。で、あの後のバーバラのリアクションが最高に面白い。嘘。本当に？あらー、本当。でも、近所のおばちゃんなのも。あまりにも気を疲れたバーバラの、あら、そう？本当に？まあ、でも。
ドラマで出てくる近所のザーマスおばさんみたいな、なんとかザーマスよって言ってるおばちゃんが突然言われちゃったみたいな、あれ面白かったな。もうそれが癖なんですよっていうその姿も含めて癖なんですよって思ってました。さあさあ、はい、中根由紀ですけれども、大学生の頃、夜食を友達とコンビニに買いに行きます。はい、そこでみんなでいろんなものを選んでいたんですけれども、よく一緒に行く友達から、ユキって買い物するときっていつもこうだよねってあることを指摘されました。はい、それは一体どんなことでしょうか。皆さんからの予想待ちしております。すべてのコーナーへの宛先はこちら、ファックスは 082-221-3300 082-221-3300、 E メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、 GOZEN@RCC.net。 車を運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで。答えの発表は10時の頭です。当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは JA 広島果実連の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから、今日のあなたの運勢はユキラキーチャンキーター。さあ広島中のみんな、意地とプライドをかけたジャッケンの時間だよ。さあ今日は何が出るかな。ラジオの前のあなたもやってくれないと、喫煙所の場所をもっともっともっと遠くにしちゃうぞ。いやそれマジで勘弁してほしいっす帰ってこれなくなっちゃうそれじゃあいくよ、じゃんけんグー。よし勝った、よし勝ったはい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 、どうだったかな。じゃんけんに勝ったそこのあなた、ついてるね。もしかしたら子供たちから大人気だったあの人がやってくるかもしれないよ。じゃんけんに負けた、もしくは愛子だったそこのあなた、残念、もしかしたらゲームの連打といえばこの人、中根名人がやってくるかもしれないよ。なになに、あの中根名人が連打バカ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 ってすんの。ベースボールキャップをかぶりました。あ、そしてコントローラー出て、コントローラー出てきた。中根名人チャレンジ、5秒間で何回連打ができるか、よーいスタート。コントローラーもうボロボロで、コントローラーが壊れて、最後は無理やり壊した感が。正解は84回でした。待って待って、音的な処理とか言ったんじゃないの。ちょっとみんなも練習をしっかりすれば、私みたいに早く連打ができるようになるよ。それじゃあ今日も一日グッドラック。コントローラーがなんかサランラップの芯でできてる さて、広島市中区元町上空ですけど、本当青空、はい、広がって台風一過ですね。なんかあの、そう、大気上のゴミとかチリみたいなものがバーって持っていかれましたねみたいな、はい、昨日夜ウォーキングの時に月むちゃくちゃ綺麗だったもん。ああそうですか。俺母キヨ電話して、ええ、で母キヨと月見ながらウォーキング、うん、ああ素敵したのね、うん、だからああなんかやっぱこうやって秋、しかも秋の虫もいっぱい鳴いてるしもうね、はい、空気もちょっとカラッとね入れ替わりました ね。さあさあどんなお天気になるんでしょうか。この方もファンファンフェスティバル大活躍でした、音藤さん。はい、おはようございます。おはようございます。ファンファンフェスティバルどうだったですか。いやちょっと寿命が3年ぐらい縮みましたが、すごい楽しめました。くそ、もうちょっと縮めるはずだったのにそこが狙い無茶ぶりにもね、そう遠回しに命を狙う怖い怖い怖いそんなイベントない。でも恐れ入ったでしょ、あの無茶ぶり感に。そうですね、 なぜかリハーサルの時私だけ歌の練習ないなとは思ったんですけれど、うんうん、そしたら本当に知らない
こう聞いてない曲が流れていたのででもすごいねキレッキレのダンスを披露していただいて、いや本当ですね、ありがとうございます。あと記念撮影とかで必ず一番目立つように映るんだなってことも分かったしちょっと異様に体をなんか一番映るように位置取ってましたねいやいやでもね、うん、そんな音藤さんですけども、はい、皆さんに有益な情報と、うん、しっかりとした情報普段はお届けできるんだってこと、はい、そうですね、はい、この天気で知らしめていただきたいなと思うんですけども、そうですね、今日はどんな感じですか。もう今日は台風一過の安定の晴れになりそうです。はい、台風11号は北海道近くの日本海で昨夜温帯低気圧に変わりました。うん、今日は大陸から乾燥した秋の移動性の高気圧に覆われる見込みです。ですので秋晴れとなりまして、この時期らしい薄雲などが多少広がる程度です。はい、夕立などの天気の急変もありません。うん、降水確率も全域で 0% となっています。はい、またその高気圧から吹き出す北風によってフェーン現象が今日は起きそうです。はい、瀬戸内側で気温が上がりやすい予想となっています。南部で34度、北部で32度と昨日よりもさらに3度ほど高くなりそうです。はい、カラッとはしているんですが厳しい暑さになりそうです。はい、まあ、湿度がだいたい 35% くらいですので洗濯物はすぐに乾くかと思います。はい、まあ、この先もしばらく晴れる日が続く見込みで、明日明後日も爽やかな秋晴れになりそうです。はい、朝も放射冷却が多少効いて、まあ、南部だと22度の過ごしやすい気温になっていきそうです。うん、ただ日中は35度近くまだ上がりますので、35度近くまで上がるの。はい、34度とかですよね。なので北部なんかでいうと1日の気温差特に大きくなりそうです。はい、ちょっとその辺の注意が服装で調節しつつ、まあ、週末やや雲が広がりやすい予想ですが、しばらくまとまった雨はなさそうです。はい、これしばらく暑いこのいわゆる残暑って続くんですか。はい、そうですね、残暑はもう9月いっぱいまず続いて10月ぐらいも半ば頃までは続くかなと見ておいた方がいいと思います。10月半ばまで続くのまだ1ヶ月なかなかね、秋らしさっていうのがね朝晩ぐらいしか感じられないかなと思いますんで、気をつけてください。そうか、昨日の夜とか寝やすかったけどね。うん、そうですね、夜はだいぶ気温が下がってきてますので、うんうん、20度ちょっと超えるくらい、熱帯夜はもうそろそろなくなってくるかなと見ています。はい、ぜひぜひ皆さんちょっとね、うん、気温差激しいらしいの で、ね、体調管理しっかりと整えてくださいね。今何か目立った警報や注意報は。はい、現在南部に乾燥注意報出ていますので、火の取り扱いにご注意ください。はい、わかりました。まあ、ファンファンフェスティバルでね、どうしても徳次君がね、うん、大谷雅子のモノマネがしたいって言ってたのを振ってあげられなかったことが俺ちょっと心残りだったなと思ったんで、ほんとごめんね。大谷雅子の大谷雅子さんですか、ネタにさしてあげなくてすいませんでした大谷雅子でございます、また次回お願いします。ごめんなさい、何にも情報が入っておりませんとりあえず困ったおばさんみたいな感じの声してますうちのお父ちゃんがっていうのが正解なんですよちょっとまた調べてください調べておきます。ありがとうございました。ありがとうございました。天気予報は音藤さんでした。僕の作文、私の作文。このコーナーはもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週も尾道市立久保小学校の皆さんが登場。今日は6年生、神原美久さんの作文。タイトルは小学生最後のプール。小学生最後のプール。久保小学校6年、神原美久。久しぶりに水泳の授業がありました。久しぶりの水泳なので楽しみという感情半分、心配半分という気持ちでした。なぜなら私がとても泳ぐのが下手だからです。泳げる人憧れます。最初にプールに足をつけてお腹や頭を水に濡らすときにはまだ何もしていないのに楽しかったです。水に慣れるためにプールの底にお尻やお腹をつける運動や難易度高めな水中での逆立ちなどいろいろなことをしましたが、やっぱり片手で数えられるほどしかクリアできなかったです。次に毛伸びをしました。3年前には毛伸びはできていたのですが、やっぱり今まで水泳をしていなかったので、いざするとなるとめちゃくちゃ怖かったです。
最初は壁を蹴った後怖くなって姿勢をキープできずすぐ立ち止まってしまいましたが、水泳の授業の後半くらいから勇気を振り絞ってやると目標付近まで行けるようになりました。私は楽しい水泳がまたできて嬉しいです。このプールの準備などいろいろなことに協力してくださった方々に感謝しています。いやーよかったですね、うん、プールの授業ってやっぱ楽しいので、はい、でも久しぶりにやっぱ水の中に入るって、うん、ちょっとドキドキしますよね。あれさ、俺子供の頃の思い出として、はい、楽しいと思って水の中入ったら、うん、耳がさ、ボコボコボコってなってこう耳からの音の恐怖みたいなのがあったよね、うん、ありました、うん、あとズボンって入って、はい、意外と足がつかない、うん、思った瞬間深いって思ったら怖かったの覚えてます、うんうん、あとふざけて飛び込んだけど意外と水面が痛いってさ腹打ちが痛いとかさそうですね、ああいうなんかいろんな想像と違うこと、うん、みたいなのに戸惑うのが水の中だったりとか、そうです、ね、プールだったりしたよね。ね、でもそれを知っておくことがまあ大事だったりもするので、うんうん、いいね学習になって、で最後はでも楽しい水泳の授業になったということだったので、はい、よかったなと思います ね、 ね。今週も尾道市立久保小学校の皆さんが登場。今日は6年生神原美久さん、小学生最後のプールお送りしました。明日は5年生森菜乃葉さんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。午前様会議。このコーナーは住まいと暮らしのホームセンター UFO の提供でお送りします。さあ今週は夜食の話でお送りしていますが、はい、こちらは12のさんから8から9年前の話です。夜に居酒屋に飲みに行きました、うん、するとマスターが涙巻きという名前の海苔巻きを出してくれました。お、知らずに食べるとわさびがすごい量入っている巻き寿司でした、うん、すごい衝撃的なツーンとくる辛さに絶叫したのを覚えています、うん、それは何用に出したんですかね。やっぱお好きな方がいらっしゃるんじゃないですか。辛いのが言ってくんないとねと思う。せっかく美味しかったのに、え、なんでって思うよ ね、 ね、全部リセットされちゃいます、ね、え、待って待ってつって、え、なんで客の方がおもちゃになってんのって遊ばれちゃってるそうですね、うん、確かに涙巻き、はあ、なんだろうと思って、感動、美味しくて感動するのかなとか思っちゃいますよね、うんうん、なんかこう水滴型のおむすびとかさ、しずくみたいな、ちまきみたいな感じ、はいはいはい、だったらこう水滴に見えたりするのかなとかと思ったけど、そっち側なんだと思うねそうですね。あと俺思ったけどさ、はい、これ明太子っていうのかなね、うん、昔、はい、飛行機会社の JAL、うん、で海外に行った時のことです、はい、その JAL オリジナルのうどんですかいというインスタントうどんがあるとのこと、うん、うんうんうん、どうしてもこのうどんですかいっていうのが食べてみたくって、はい、夜食にもらおうと思い、当時のスチュワーデスさんに、すいませんけども、うどんですかいをお願いしたいんですけど、と頼んでみました。うん、そしたら、スチュワーデスさんは、お客様申し訳ありません。うどんですかいは、ビジネスクラス以上のお客様にしか提供しておりません、と断られました。エコノミー席の私は、夜食抜きでした。ああそうか、ちょっと切ない思いになりますね。そうだね、うどんですかいはなくて夜食抜きですかいってなったわけでしょエコノミーだとダメですかい販売はしてないんですかいとか金出すから食べさせてくれないですかいとかって最後スカイがかかってんだね。そっか、うどんでスカイだ、なるほど、そうかそうか、気づかなかった俺も今喋りながら分かりにくいギャグだなこれうどんですかいだ、そうですね、ね、はい、JAL 日本航空さん、貧乏人には食わせないんですかいっていうそこにラインがあるのかっていう。あともう一個、ダジャレ系、はいはい、ダジャレ系、クロッケからね、はい、ここ20年以上、ええ、僕の夜食といえば焼きビーフンなんです、うん、はい、米粉でできた麺は低カロリーですが、うん、食べ応えもあり短時間で作れます。
野菜との相性もよく、とっても美味しいです、うん、一人暮らしの友達や彼女の家にもよく持って行って、うん、振る舞っていました、はい、で遅くに帰ってきた彼女に、お風呂にする、ビーフンにする、それとも俺にするとかやって言ってふざけていました。懐かしい思い出ですねって来てますけど、うん、ビーフンでしょ、うん、だったらお風呂にする、ビーフンにする、それとも興奮するっていうのが正しいよね。ビーフンからの興奮、興奮からのビーフンとかって、これが正しいと僕は思います。黒毛さんだそうです。ゴリゴサーティンさんから、はい、日曜日の午前様様ファンファンフェスティバル楽しい時間ありがとうございました、はい、いろいろなコーナーがありましたが、興奮したのはやっぱりユッキーラッキーじゃんけんタイムでした、うん、ありがとうございます。僕は幸先よく3連勝、はいはいはい、ラスボスユッキー姉さんへの挑戦権を意識したその時、じゃんけんの基本を貫かれたアニアさんに敗れてしまいました、うんうんうん、何事も基本が大事ということを改めて教わったファンファンフェスティバルでした。はい、アニアさんがね、じゃんけんの基本通りやりましたつって言って、え、あ、そうなんすか、うん、基本通りって言ったから、何が基本なのか教えてほしいわと思ったら、じゃんけんはねつって、グーチョキパーって言うでしょ、だから最初にグーって言うから最初にグーを出したんだよつって、へーみたいな、意外とシンプルだけどジーンみたいな。今、うん、タバコ吸いながら、はい、LINE 見てたら、ええ、オープニングで喋った映画監督の西神谷さんから、はい、あっちもこっちもいろんなこと喋るなって。そりゃそうだと思いますよ。秘密で喋ったこととかも、そうですよ、平気で、はい、平気、面白いけど何でもいいみたいな。まさかそんな広島中でこんな言われると思わないですよ。あっちもこっちもっつって。太田さんと横山さん。東に西にって。恐ろしいよね、もう近くで何にも言えませんみたいな。そうですね、でも何にも言えないぐらい爽やかなお天気、はい、ねえ、本当に綺麗なお天気で今ちょうどいいぐらい、多分日中から、うん、その30度超えていって、うん、きっと暑くなるんだろうけど、はい、あの湿気がないっていう分が、いや、そうですね、過ごしやすいですよね、気持ちいい、台風一過ですけど、はい、宮城県の母からね、うん、台風一過の気持ちいい朝ですね、はい、昨夜は寝るときに寒いぐらいでしたが、日中は暑くなるんでしょうね、気温の上昇に気をつけて皆さん過ごしていきましょうねつって、はい、そうそう、ご年配の方はね、特にね、特にそうですね、で小さい子はですね、イケメンの母さんからは、はい、ほいほい、暑い暑いと思っていましたが、すっかり秋の気配を感じる朝ですね、うん、朝から日差しが眩しいですが吹く風はひんやりしています、はい、今朝子供たちを起こしに行くとタオルケットにくるまって寝ていました、うん、もうすぐ毛布の出番ですかね、俺も昨日、うん、あ、ちょっとお腹だけにタオルケットだと、ええ、寒いなと思ったのね、うんうん、なので窓を閉めて、うん、でちょっとだけタオルケットを下半身にだけみたいな、はいはい、やりますね、感じで寝たのね、うん、で目が覚めた時にもうミノムシみたいになってたので、ね、だからあ、寒かったんだろうなって思った。そうですね、うん、この布団を変えるタイミングってまた難しいですね、難しいね、で特に俺と中根が雑なんだよねこれがね。俺はほんとギリギリまで分厚いのを、はい、もう夏だよっていうぐらいまで分厚いので寝てたから、今度は逆にどこでこのタオルケットをやめるかってことだよね。そうですね、うん、だタオルケットの方がまだ洗濯機にそのまま突っ込めばいいので、はいはいはい、まだ買えやすいのは安いですね、うんうん、毛布、まあ、出すところをちゃんとやれば大丈夫です、はいはい、おそらく、うんうん、でもまだ結構先になりそうですよね。いや、そうなんだ、音藤さんもね、10月半ば頃まで30度を超える気温が続くって言われてましたし、うん、俺はもう毎回リスナーさんに言いますけど、俺たちはほらコロナになってからなくなっちゃったけど、うん、フードフェスティバルっていうのを10月の最終週に毎年やってたんだよね、はい、そのなんかこうフードフェスティバルで結局、うん、リスナーさんがわーっと来るイベントやるからさ、はい、そこで服買わなきゃいけないんだよね、みんなね、うんうん、そうですね、毎年のことだったので、うん、去年と一緒じゃいけないし、はい、って思ったり、うん、であの時に悩むの、はい、その秋用を着るのか、うん、まだ夏用の
これで最後に来てクリーニング出そうって思うのか、みたいなところで結局は秋用で行くんだよ。はい、長袖で、うん。だけどもう汗だくになるっていうのを毎年覚えてて、だから10月いっぱいは暑いって思ってるのね。そうですね、うん。確かに。なんか昼間が暑いんですよね。いやいやいや。で、またステージに上がるとライトが当たってたりだとか、ね、もう一生懸命頭回転しなきゃ成り立たないステージだったりもするので、あそこは。もう、瞬発力だけの戦いみたいな。何が繰り広げられるかわからないし、いつ地雷踏んじゃうかわからないし、ヒヤヒヤしながら臨むから、それでまた太陽が上がってるところもあるかもしれないですけど、とにかく暑いですよね。暑いよね。あの頃はね。俺もどちらかというと、うん、ちょっとだけ先のシーズンを見据えて、服を着ましょうと。衣装とかそうですもんね、うん、基本的にね。思うから、はい、で行くと、もういや、もうとんでもないので、脱いで脱いで、結局、もう汗だくの T シャツだけでいるみたいになっちゃうんだよね。ほんとそうですよ、うん。でもやっぱりね、すっきりしてきたねっていうことで、マー君さんからも、はい、昨夜はとても涼しくて、寝るときも掛け布団の下にタオルケットを2枚重ねて寝ました、うん、すごく寝やすかったですし、はい、あまりの気持ちよさで今朝までぐっすりと寝ていました、うん、そのおかげで朝はすっきり目覚めることができましたし、外の空気も清々しかったですし、はい、朝食もすごく美味しかったです、うんうん、やっぱりこの時期は寝ることによって元気になりますね、うん、もう言うことないよ、もう人生最高に謳歌してますみたいな感じ。素晴らしい、いいことしかない。いや、いいことだけを言い続けるっていいことだよ。そうですね、うん、いい循環になりますからね。こんないいことあった、こんないいことあった、こんないいことあったんだよって。そうそうそう。で、周りから見たらなんてことないけど、なんてことないことを幸せと思うことが一番幸せなんだからね。まさに小さな幸せ。俺らみたいにあのファンファンフェスみたいなでっかいことやんないと、うん、もう幸せが分かんなくなってる。鈍感やろうとかと違うわけじゃない。もう確かに。もっと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 みたいに思ってるけど、欲しがりだからな。なんてことない、はい、こと、うんうんうん、で、あ、いいなと思ったりする。ですよ。だって朝が涼しくなっただけで朝食まで美味しいんですよ。本当だよね。素晴らしくないですか。バカだよね。今バカじゃない。せっかくいいこと言ってるのに、この方は褒めてから落とす。この振り幅で上げて落とす。まあ、プロレス技ね。本当ですよ。結論バカだよねって。そんなことあるって。大バカ、大バカ。あと秋生まれのおばちゃん、はい、秋生まれだからもうすぐ誕生日来るんだろう、ね、あ、そうですね、台風一過の言葉通りいい天気、うん、そして爽やかな朝になりましたね、はい、雲もすっかり秋の雲になりました、うん、一月前は朝起きた途端に、はい、今日から朝も暑いですよとうんざりしていた日々が嘘のように今だいぶ楽になりました。自然の風で寝起きできるのはありがたいです。昨日今年初めての梨を食べました。おみずみずしくって甘くて美味しかったです、うん、旬のものを旬な時期に食べられるのって幸せなことだなと思いました、うん、次は柿かなって思います。今日もよろしくお願いします。次から次にいいですね、うん、移り変わりとともに。だから秋生まれのおばちゃんも幸せなことずっと、うん、次は柿かな。お前食うもんしか楽しみねえのか。なんでまたそうやってバカ。みんな幸せな人みんなバカっていう。悔しい。負けず嫌いだし。へさかのスーパーマンさんからは、はい、昨日我が家の夕食は栗ご飯。おわす、栗ご飯。栗ご飯まだ食べてない。梨はもうガンガン食ってるよ。そうですね。ぶどうもすっごいガンガン食ってる。いただきましたしね。あとこの間いちじくも。ああ、そうでした。美味しいのいただいたし、はい、無類のいちじく好きのピスタチオさん。ピスタチオがさ、そう、いちじくを箱でいただいたんだよね。はい、古江のいちじく、はい、いいの。すごいたくさん入ってて。はい。で、それみんなで分けてさ。うん、だけどみんな口を揃えて、あの、いちじくはピスタチオさんが好きだから。いちじくはピスタチオさんが好きだからって、みんなピスタチオに遠慮してちょっとしか取らなくて。で、ピスタチオに箱のまんまね。うん、渡したの。はい。これ残してあるから、みんなが、うん、お前が好きだって言ってたから、つって。うん、だからピスタチオ、そのいちじくを持って帰るためだけに、うん、タクシーで帰ったって。結局それタクシー代の方が高かったんだろっつって箱ごと持って帰ったんだ。袋に詰めりゃいいのに。あの量を2日で食べた。うれしそうね。去年もね、はい、いただいたイチジクを、うん、もうビッグゴリラのように食った。目の前でさ、もうゴリラみたいに食ったよね。野生の動物感はありましたね。俺こんなスピードで見事にイチジクを食うやつを初めて見る。
今6つ食いましたからみたいな。すごいスピード。いや無類のイチジク好き。ゴリラだよゴリラ。イチジクゴリラだよあいつ。やばい、新たなニックネームがピスタチオさん改めイチジクゴリラ。イチゴリラ、イチゴリ、イチゴリ。ちゃんと強そうだけど名前からすると。でもさ、好きなものを食べるときって、うん、はい、もうすぐほらサンマとか出てくるじゃない、うん、いや俺意外と魚を食べるのが綺麗なのね、うん、自分で言うのも綺麗そうなんだけど、はい、細かいじゃないのって、はい、あの人にこう取り分けたりするのも。でもそういう人の前で私魚食べたくないですもん。絶対食べたくない。俺この間さ、はい、鮎食べたのね外で、はい、たら持ってきた女の子がさ、その鮎の骨の抜き方っていうのを、うん、教えたの。俺も宮崎出身でさ、うん、宮崎ってもう鮎すごい取れるの。で鮎やなって言ってさ、はい、竹を組んで、で川んとこにその鮎やな、やなを作ってさ、はい、でそこに鮎がぴょん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 乗っかって、もう何にもしなくてもそこに乗っかってくんの。へえ、そんなにたくさん取れるんだ。でそれを自分で取って、はい、でそのまんまあの料理人の方も渡して竹串で刺してそのまま焼いて塩焼きで食うっていう、うん、美味しそう。やってんの。で本当はもうかぶりつくのが一番美味しいの、はい、だけど女の子がいい、ねうん、あの頭を持ってギュッ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 って走ってギュッ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 って、はい、裏にしてギュッ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 ってでシャッて頭やると尻尾切ってから、はい、頭ポンってやると骨が全部ドルルンって抜けるの。へえ、そのまま食べられるの、はい、でもそうするとねもう身が壊れちゃう。あーまあ潰してますよね。潰してっから、うんうんうん、でそれ一生懸命教えるんだけど俺は違う、かぶりつくんだよ。今お前が喋ってるその段階でこの鮎はもう冷めつつあるんだよ。俺はもうかぶりつきたいんだよとかって思いながら、言いたい。でも言うとちょっと嫌味っぽいから言うのやめようとかって思いながら。マニュアルなんです。かぶりつきたい。もう手で取ってかぶりつきたいの。まあそうですよね、お魚ってそういうのありますもんね。ああいうさ、好きなものに対するこう食ってやっぱ美しく食べたりとか、うんうん、本当に美味しく食べるのよきっと人って、うんうんうん、だからピスタチオのイチジクそうピコッそこに帰った。今やっつくいました。綺麗だしね、美味しそうに食べるねみたいな。素晴らしい。やっぱ好きなものほどね。そう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 、少しも残らず、うん、全部綺麗に食べきるってことでしょうね。あのちっちゃい子たちがメロンの最後まで歯でこそいでって食うけど、好きだし綺麗で綺麗に食べるねみたいな。素晴らしいです。これね、坂のスーパーマン栗ご飯でしたまでしか言ってないんですけど。そうか、まだ一応続き文章の頭しか言ってないんだね。でもイチジクの話までになって、なんかもうちょっとまとまっちゃったみたいなところになりましたけど、一応ね、読んどきますね、うん、先週広島駅北口の山頂で、そこではピオーネやシャインマスカットなどの秋の味覚がたくさん売られていたんですが、はい、その中でもスズムシが飼育セットと一緒に販売されていてちょっと驚きました。あ、秋の味覚とともに、はい、スズムシの飼育セット。はい、横山家の屋上はずっとこの1週間ぐらいスズムシが鳴いてんの。ああ、そうですか。うるせえんだよ。先週も言ったかもしれないけど、あいつがまだ鳴いてんだよ。あ、でうちに住まう人、はい、もうたまりかねて、え、上に上がって探したけどいないんだよねつって、だけど音だけするんだよつって、ずっと夜鳴いてんの。え、それは一匹とかなんですか。多分ものすごい声のでかい一匹とか。主張強めな一匹がいるんだ。最初は秋だねとかっていう感じだった、うんうんうん、それが夜までずっと泣いてるから、うるせえなもうこいつとかって思って、で俺も屋上上がって、どこおるんやとかって、もう殺虫剤持ってな、どこおるんやと思って、もう上がった瞬間泣かなくなるの。すごい賢い。で降りたらまたガーガーとか、うるせえなあいつとかって思って、やっぱ似た者同士寄ってくるんですかね、うん、でそのうちに住まう人、ええ、うるさいからちょっと上に見に行ったんだよねって話したから、はい、うん、俺が殺虫剤置いた場所をパッて見たらずれてたから、やっぱあいつも殺虫剤を持って上に上がったんだと思って。賢い。考えることは一緒。しょうがない。背に腹は変えられんと思って、命を絶とうと思って上に上がったんだろうなと思って。でも泣かなくなるんだよ。あー、すごい、わかるんですね。わかるんだよ。これは私を殺しに来てるみたいな。さっき鳴ってる人が来たって思って思うんだろうね。ピタッて止まる。さあ
この時間になりますと午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は夜食の話で問題を出してもらいました。はい、大学生の頃よくお家で飲み会をした後にみんなでコンビニに寄ってそれぞれ好きなものを買いに行っていたんですけれども、うん、その時夜食を探している私の姿、買いに行っている私の姿を見て、はい、友達はゆきっていつも〇〇だよねってあることを指摘されました、うん、それは一体どんなことだったでしょうか。はい、ラジオネームウリ坊主、中根さんが友達とコンビニに夜食を買いに行った時に友達に指摘されたこと、うん、はい、それはゆきちゃんっていっつも甘いのとしょっぱいのを絶対買うよね、うーん、と言われたんではないでしょうか。欲しくはなっちゃいますよね、うんうんうん、甘いのとしょっぱいの両方買うな。あ、買いますか、うん、あと冷たいのとあったかいのだからアイスクリームとコーヒーみたいなものよ。ああ、そうですね、最高ですよね、うんうん、いやーどっちかにしようと一応我慢はしてました、うん、アイスを買ったらアイス。中根ってああいう時に自制心が効くんだよね。ああ、そうですね、俺はもう本当もう理性のまんま走るの、うん、もう今欲しいみたいなものをカゴの中に入れちゃう。中根はそこでピタッとこう、とはいえっていうのがあるよね。まあ理性が働くんでしょうね。働くよねちゃんとね、うん、そう、まあ別に今食べなくてもいいかってなるんですよね。今でしょこのもうどうしようも、もう人としてダメな時に今調子に乗って、今俺はダメだから今は食べてもいいってこう設定ができるじゃん。でもその自分に言い訳ができる。先の自分が後悔してるじゃないですか。偉いな、本当偉い。この間さ、はい、吉川浩司さんのマネージャーと連絡取り合っててさ、うん、ちょっといろんなことがあって、うん、でなんか横山さんもねつってそのローカルで頑張ってるけど、うん、そのどっかの今もら映画があったり小説があったりとかしてさ、はい、もう全部その配給もそうだったり、うん、出版もそうだけど全部その全国を相手にしているっていうところと組んでるわけじゃないですか、はい、だから広島とか東京とか関係ないからねとかつって、うん、だからもう一花って今度はその知的なことで勝負していくみたいな今ことやってっからさつって言って、はい、もう一穴行けばいいよねつって、うん、でどっかのタイミングで一緒にできたらいいよねとかっていう話しててさ、うんうんうん、こうだねとかつって、で田所さんって言うんだけど、で田所さんとこうやって連絡してたらさ、でもねって横山さんには弱点があるって言って、はい、横山さんはやっぱ過去がダメだっつってで万が一すごい横山さん映画でブレイクするとか、はい、小説でブレイクするみたいなことがあったら相当やられるよって言ってっていう話をしてたの、はい、でそうかーっつって、でも俺悪いことはしてないよっつって、うんうん、だから人に蔑まれるようなことはしてないよ、だからやんちゃなことはしてるけど、うんうん、本当に怒られるようなことはしてないよとかって、いやそれの上げ足を取られるのがやっぱ全国なんだよっつって、うん、でそういうのみんな気をつけてんだよねっていう話をしてさ、俺がいやー過去って怖いねって言ったの、うん、だから違うよって、過去が怖いんじゃないよ、自分がやったことが怖いんだよそうかうまいこと言うなーつって、もう全てを否定されているようなってことは俺はもう全国出ない方がいいってこと、そう了解っつって出まきいや過去を指摘されちゃったらもう変えようがないじゃないですか。過去が怖いんじゃないんだよ、自分が怖かった、昔の自分なんだよつって、あいやーどうしようもないですね。そうどうしようもない。でもさ、そんなことだって100人いたら100人ともさ、そんな自慢できるような過去なわけないじゃん絶対。そうですよね、いろんなことしてるわけじゃないですか、うん、ね、なんかちょっとお尻がかいいなと思って帰ってこうかな、お前に言ったな今とかって、もうそこのそこ上げ足取られることないですけど、何年だとうんこまんって言われてたそれがきっかけで全国出られない人はいないと思いますけど、小学校でおしっこ漏らしたよねみたいな、いやいやもうしっこまんしっこまんって言われて、もうくそあれさえなければみたいなだね、むしろ好感度上がる気がするけどなあるんだよね。いやまあそれですよね、もう有名勢と言いますか、うんうん、ねえ、うん、いやいやほんとパーンって出ていこうかな、パーンって足元すくわれる、さあって弾かれましたいいんです、ここがいいんです、いやここほんともうここでもうほんと居心地いいね、ここ居心地いいです。だって今時あれだよ、すごいイメールだとバカバカって言って子供、近所の子供、本当ですよ、ね、え近所の子供でも言わない、さっきバカバカとか2回続けて言わないよ、だってイベントでずっとへの話してますもんね
これやったらみんな喜ぶでしょみたいな感じでずっとおならを口で鳴らすっていう、はいはい、子供だな俺の持ち出したもう配信があるって思った瞬間に、はい、そして放送がないっていう、もうこの枠がなくなった瞬間に俺はああなる途端に幼稚になるって何でも下ネタに持っていっちゃうんだからうんこうんこってのもうみんな喜んだろうなと思って保育園児だと思ってるからさお客さんのいやいやいや集まってる皆さんほとんど30、40オーバーですからねなんなら俺の人生の先輩もいたわって感じそうですあとはねベルパパ、はい、中根さんが友達とコンビニに行って夜食を買うときにいつもこうだよねと指摘されたこと、うん、それは中根さんはいつもレジの横の揚げ物を見ているよねうん見ますと言われた焼き鳥とかも見ます俺あそこ全然興味惹かれないんだけど本当ですか、うん、肉まんも肉まんぐらいかなうん肉まんとあんまんをゴルフに行く前に買おうかなとか思うぐらいで、うんうん、あとはあんまないなあそうですおでん買おうとか、はいはい、それこそ揚げ物とか、ええ、レジ周りにあるあの茶色いもの、はい、美味しいですよ揚げ物系あんまないなチキン系も美味しいうーんあちなみに昨日俺番組が終わったらビッグマックを食べるんだって言ってたけど、はいうん、なんか終わった後に気分が変わって結局たこ焼き3パックそうですか食っちゃったそういえばで言う話でもないですけど、ね、たこ焼き3パック食っちゃった1600円分西広島駅のさ、コインところいつも行くたこ焼きさんはいありますね、うん、久しぶりじゃないですかとかって、うん、全然来なかったじゃないですかって言われてごめんごめんとかって言ったら、うん俺横山さんこの間大変だったんですよと思って、うん、どうしたのって言ってたなんかもうすごい疲れててつって、うん、でうち家にハンモックあるんですけどつってかっこいいね、はい、でハンモックで寝てて、はい、でああって目が覚めてでハンモックから降りたらもうああってなって腰が動かなくなってぎっくり腰になってあらまでぎっくり腰になったから奥さんにトイレ行く時も全部肩借りたりとかして歩いてて、うん、でもちょっと病院行って針で縫ってもらおうと思って、うん、でその腰は悪いけど車運転できるからと思って、うん、で車運転して、うん、でなんか整骨院かなんか行って、はい、でそこで見てもらった後に車で帰ろうと思ったら、うん、左側をガリ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 って壁で擦っていやー最悪だったんですよって知らんわそんなこと早くよこせ3パックお前がそう喋ってるうちにこのたこ焼きに冷めていっているんだよと思いながらお話ししたかったんでしょうねもう大変だったんですからとかつって、ええ、待ってましたって感じでずっと話してもうその話を聞いてる間ずっとたこ焼き冷め続けているんだよ久しぶりだったから嬉しかったのがあったんじゃないですかねあとアミーゴファン歴20年、はい、中根さんが友達に指摘されたことそれはどんなに少ない量を買う時でもカゴを使うよねと言われたんではないでしょうコンビニでカゴを持つことあんまりないかもしれないです。あ、俺持たないことの方がないですね。あ、そうですか。はい。あれ持った瞬間にもうダメらしいですね。いっぱい入れようとするらしいですね、人はね。なんかみんなでまとめて買うときとかはカゴ持ちますけど、うん、コンビニは基本持たないですね、私。あー。スーパーはもちろん持ちますけど。俺はもう間違いなく持つ。いっぱい買っちゃいますね。いっぱい買っちゃう。ほんと買っちゃう。で、どっちかっていうとストックしときたいっていう性格なのよ。だそのヘルシア緑茶を今飲みたいと思った時に、うんはい、後にまた飲みたくなるだろうからあ今ちょうどいいから3本買っとこうかなとかってこうストックしようとするの、家に置いとくんですか、うん、はあ。だから俺の部屋とかもすっごいストック買えるのかヘルシア緑茶の、うん、もう箱で買えばいいのにヘルシア緑茶とか、あとはあの何飲むブドウ糖っていうのああはい蛍光補水液はいはいはい熱中症対策あるのとかもいっぱいもうほんと常のままあんのそうなんでリビング行って、はい、で台所行って、うん、氷ガーって入れて、はい、でぬるいやつをこう入れて冷まして飲むのそういうとこ私ちょっと節約志向が働いてしまうんですよね、うん、もったいないって思う何かストックするなら箱で買うああ俺そうは逆なんだよね箱で買うとなんか邪魔になるから逆にいっぱいあるから急いで飲まなきゃって思っちゃう気がすんの、うん早く減らしたいみたいな。でも置いとくんですよね。2、3本とか4、5本なの。私その場飲む時にしか買わないです。へえ。なかなかしっかりしてるよね。そうなんですかね。まとめ買いが多いですね。必要なものは。はい。必要経費としてそこは出しますっていう。うん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 。余分なものは出しません。みたいなのは。
すごい。ちゃんとあれだもんね、リスナーさんが横山持っててもらったビールとかもちゃんと持って帰るもんね。絶対持って帰ります。全部飲んでます。順調に。いいよね、いろんな、はい、普段自分が絶対買わない飲まないようなビールがいっぱいあるよね。そうなんですよ、すっごい楽しいんですよ。ありがたい。今日はフルーティーとか。そう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 。本日のおビールと思って写真パシャって撮って感想書いて。いいねそれね、はい、リスナーからもらったビールだけでビールを語るんです。そうです、そうです、本当にありがたい。あとハライチ平、ユキっていつもレジに並ぶとき床の足のマークにぴったり足を揃えるよね、と言われた。あれってコロナでできました？前からありましたっけ？なんか距離を取るために朝のラッシュ時とかにお客さんがすごい多いところとかはあれがあったね。ああ、なるほど。俺のイメージではね、ここに並んでくださいっていうので、なんかこう割り込んだりとかしないとか、あと横に並んでる人が向こうのレジが開いたからといって来ないようにとか、みたいなためにある気がするな。確かに。うんうんうん、でもあの足跡は確かに乗りたくなりますね。なるね、うん、なるなる。そうでもなんかあそこに乗ってるところ人には見られたくないなってちょっと思うよね。まあね、今俺は横断歩道を渡るときに白いところを踏まないようにしているってことを人にバレたくないけど自分はやりたかったりするよね。今もそれはやってるんですか？やってる。やってるんですか？心の中でやってたりする。あと飲んでるときに誰もいないときに、あの車道と歩道を分ける、うん、こうちょっと段になってるとかじゃん、はい、縁石、ええ、あそこをひたすら歩きたいとかって思っ、思ったりする。危ない、うん、飲んでる時なのに楽しい。おっと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 って言いながら渡りたい願望とかすごい未だにある。そうなんですか、この55歳のおじさんは。いやだから何歳になっても全然大人にならないんだ。ただ年を取るだけなんだ。まあね、でもそれが若さの秘訣なのかもしれないですね。そうだ、無邪気。いつまでも元気っていう。青地兄さん、肉まん買うけどからしとか酢醤油とかどっちももらうよね、おと言われた。あ、両方くださいってくれるのかね。どっちかだけなんですよって言われないのかね。でも大抵くれるような気がするけど。でも俺がいつも買うさ、はい、ピザ屋さん、うん、なんかこうからしみたいなの、はい、まあタバスコみたいなの、うんうんうん、あれ有料になったからね。あ、そうなんだ。みたいな。へえ、トッピングとして扱われるんだ、うんうんうん。なんかサラダのドレッシングとかも有料になってるとかあるよね。そうですね。まあ、コンビニとかももうずっと長らくそうなってますけど、昔はついてました、ね。ついてたよね。ね、ああいうの考えたらひょっとしたら、からしと数字を両方くださいって、あ、ちょっと別料金になるんですって言われそうだよね。そうですね。これからスプーンとかフォークとかも有料になるってますからね。うん、じゃあ最後、リンママ。店内をうろうろして他のお客様が何を買っているのか見てるよね、と言われたではないでしょうか。そうですね、観察はするかもしれない。さあ、それでは正解ですけれども、はい、私がコンビニでやっていること、友達に指摘されたことは、うん、すっごい優柔不断なんですよ私。だからアイス見たり、うん、ちょっとポテチのあたり見たり、うん、おでんかな、いや焼き鳥にしようかなって散々迷うんですよ、うん、でめちゃくちゃ時間かけて、はい、でも結局手にするのって豚骨ラーメンだよね。と言われる。気がついたらうまかっちゃん持ってるみたい。いや、うまかっちゃんはカップ麺じゃないんで、いつもラオウか。カップ麺の豚骨か。そうです、そうです、そうです。もう、家に帰ってすぐみんなで食べる。うんうん、ラオウか、一風堂でした。へぇー。二択。絶対豚骨。もう結局そこに行くんだ。結局そこです。ペヤングとかいろいろあるし、うん、全然塩も醤油ラーメンもいっぱいあるはずなのに。はいはいはい。絶対やっぱ豚骨がいいってなるんですよ。しかもいろんな食べ物の中でラーメンに行くんだ。ラーメンです。へえ。やっぱ豚骨が最高に美味しい。あ、俺なんか酔った時、うん、どん兵衛、うんうんうん、天ぷらそばっていうの食っちゃう。ああ、しかもでっかいもん。でっかいもん。ミニ丼もありますもんね、うん。あれ食いたくなるんだよね。美味しいのは知っているけど、うんうん、やっぱ飲みの後の豚骨ラーメン最高。ああ、最高だよね。あれに勝るものはない。まあ、ただ飲んだ後何食ってもうまいんだけどね。まあね。そうなんだけど、そうバカになってか何食っても最高だなと思うんだよね。わかります。最上級は豚骨ラーメン。友達には結局ゆきは迷った挙句いつも豚骨ラーメン手にしてるよねって言われました。ああ、なるほどね。ズバリはいないけどいつも同じものを買うよねって言った方が、まあ、4人、はいはいはい、いらしたということで、うん、ラーメン4ですね。ラーメン4の中の一人脱落。一人だけ。こんなついてないことある。
4人正解で、プレゼント3人。そうなんです。すいません。脱落された方、他にきっといいことが。そう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 。起こると思います、ね。ここで譲ったことがね。そうです。後に何か大きなものって帰ってくるからさ。まあそんなことないと思うけど。言っといて何ですか。ということで、抽選で3人の方に、JA 広島果実連から、三好産ぶどう、三好ピオーネ2キロをプレゼントいたします。当選者の発表は番組のエンディングで。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。昨日はプレー級セパ両リーグ合わせて6試合が行われました、はい、セリーグバンテリンドーム名古屋、中日対広島4対2広島が勝ちました、うん、3回に秋山のスリーランホームランなど打者9人の攻撃で4点を先制したカープが、クリが7回途中まで投げて勝ちましたということですけど、はい、日刊スポーツも秋山V3 ラン4連勝、うん、はい、諦めん逆転クライマックスシリーズ、いつも言いますけど CS って書くとチャンピオンシリーズもそうですからねと思ってますけど、クライマックスシリーズですね、はい、あとはデイリースポーツ自力 CS も復活クライマックスシリーズね、うん、秋山復活弾1ヶ月ぶり4連勝、うん、あとはスポニチも4連勝クライマックスシリーズ諦めない秋山、5号スリーラン3位虎に肉薄1ゲーム差、うん、いやいや本当分かんなくなったよ、と思うんですけど、そうですね、まあ、ただね、うん、これは本当にこの間あの大瀬良はエースなのかっていうのを話したら、まあまあいろんなところで、うん、いろんな話題になり、はい、である特定の層には叩かれ、うん、炎上し、うん、でいろんな記事にも引用され、うん、みたいなことがあったんですけど、まあ簡単に言うとそのスポーツというものを通して社会を見ましょうっていうところが若干あるんですよ、はい、僕の中に、うん、でなんか社会の縮図みたいな気がしてね、プロ野球っていうところが、はい、実力主義のようであるけれども実力を出すためには上司にペコペコしなきゃいけないっていう場所なんだと、うん、でどんなに打ってもエースではない、どんなに投げてもエースではないっていうこともある、はい、それは大黒柱っていう意味合い、うん、よく背中を見て育ってくださいねって言うけど、今の時代パッと振り返ると誰も見てないっていう時代に正面切って私はエースですというのかどうなのかっていうことも含めて、で今度秋山論なんですけど、はい、秋山っていなかったんですよ、うん、簡単に言いますが、はい、で広島カープって今年ここにいますけど戦力の補強をしてないんですよ、うん、でそんな状態でファンの方は優勝がとか監督の采配がっていうか、でコロナもあったでしょ、はい、た時に最初から優勝争いするようなチームじゃなかったじゃないっていうところが今ここにいるんだっていう現実をどう捉まえるかってことよ、うん、で何でもかんでも世の中に文句言っていいってわけじゃないよっていうこと、ちゃんとあなたの深さがそれで分かっちゃうから、うん、それ考えた時に秋山を補充しなきゃいけなかったんだよ、うんうん、ってことは間違ってたんだよ、スタートが足りなかったんだよ、うん、人間が。でそれはもう現場言ってるわけよね、はい、だけど営業とか経営とかっていうことがいやそこまではやっぱ社員入れると無理なんだよねっていう風に上は見たわけよね、だけど入れたらなんとかなるかもと思って入れたらなんとかなりつつあるんだよね、うん、ってことよって思うの、はい、やっぱ理想と現実は営業っていうのは違う、うん、要は経営は違うってことを考えた時にどっち優先させるんだってなった時に今ちょうど天秤にかかってんだよなと思っていて、ただ秋山がじゃいなかったらどうなってたんだよっていう話よ。そうですね、そう、うん、でそれをみんないや秋山がっていなかったんだろうってこの間までっつって転校生みたいな感じで、ね、そう手のひら返したみたいに頭から痛みたいに言うなやって思うのよ、ファンの方にね、うん、ただチームってそれでいいのかいっていうとこよ、帳尻さえ合わせ、これ昔あんたたちが嫌ってた巨人がやってたことだろっつって言って、うーんっていう話じゃないだからやっぱその一生懸命やってきたっていうそのキャンプから、はい、みたいなことがコツコツいって実った時に、うん、チームとして来年にもつながる、はい、再来年にもつながるっていうことで、この秋山は今年につながるだけなんだよ、うーんでそれをやってたのが巨人だったんじゃないのって思うから、秋山が入って今年クライマックスシリーズ出られるのはとってもいいと思う、だけどチームって今年だけの目先だけのことじゃなくって2年後3年後4年後10年後が広島カープは大事なのよ、はい、地域のスポーツってね、で俺は放送とかも一緒で、ね、で皆さんの会社もそうだと思うんだけど、だからそういったことをおろそかにしていたら本当にダメになっていくよ、虫食いみたいになっちゃうよって、はいここいない補う、みんなちょっといぶかしく思う、うん、それしかうまくいけばいいよ、うんうん、
だけどおのずとそうなかなかうまくいかないのが社会なのよ。だから、うん、生え抜きを育てようとするのよっていう。そうですね、はい、育てることを怠ってはいけないですよね。ダメなの、うん、でそれをちゃんとできてないのを補充してみんな諦めって言うけど、それってあんたの職場にそんな人って嫌でしょって。そうですね、だってレギュラー目指してた若いやつが潰されてんだよ、うん、でそれ諦めが来てから諦め見に行きますけど、そんないなかったじゃねえかよって思うから、はい、なんかそんな都合のいい感じで見てんのと思った時に、だからチームってうまくいかないんだよと、うん、連覇しないんだよっていうことなのよ、うん、でそれは皆さんの会社で中間のやつが入ってきた時のあんたたちの違和感を感じてごらんって思うから、なんかそこで素直に喜ぶのって違うんだよな。でも今年入ったからには行きましょうってことよ。だから、うん、入れたからそれで成績上がんなかったら本当みんなが離れるのよ。ね、ファンも、うん、しかも中にいる人間が一番引くからね。まず必ず成績を残してもらわなければならない選手でしたよね。ならない、絶対、うんうん、で運よく成績を残しつつあるし、うん、いいムード、本人がいい人だから、うん、でチームもそれを迎え入れたから、うん、でもなかなかねそんなことはできないよ本来、ね、普通は、うん、だけど奇跡的になってるから、じゃあ今年は行こうってことよ、はい、でそれの足引っ張るなって話よ。そうですね、うんうんうん、若い選手もついていてほしいですね。そうそうそう、で学べるも全部盗めるものなんですね。でファンが潰すなって話よね、うん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 、あと調子に乗んなってこと言ってたから、うん、だって2年後3年後だっていなくなるんだから。そうですね、うん、どうすんのよあそこ補ってないんだからっつって、またすんのそれ巨人がやったみたいなことってなるから、やっぱ皆さんの会社と同じようにプロ野球が縮図だから、うん、分かりやすいから話してますよっていうのがエース論だったり、はい、その大黒柱論だったり、うん、その勝負論だったりとかすると思うのね。なので野球の話だけしてんじゃねえからなっていう話をお伝えしたかったなと思いました、うん、はい、何でもベスト3。このコーナーはグリーンコープ広島の提供でお送りします。グルメ、売上、イメージ調査など人は順位をつけられると不思議と気になってしまうものです。あまり聞いたことがないランキングがあったとしたら、どんなものが上位に入るのかを考えるお便りコーナーです。今週のお題は絶対に買わないお弁当ベスト3です。はい、ということでこのコーナーには TBS ラジオ爆笑問題カーボーイから、はい、爆笑問題太田光くんが毎回参戦と、うん、はい、いうことですけども、太田光作ですけども、うん、絶対買わないお弁当。あ、なんか普段見ないこれお弁当あるけど、これなんだろう。あ、これね今すごい流行ってるんですよ。あのラグビー日本代表が試合直後に結んだおむすび弁当って。いやそりゃ嫌だわ。なんで流行るんだ。でもちょっとラグビー日本代表が結んだおむすび弁当食べてはみたいよね。ちょっと思うんだよね。そうですね。さあさあ、果たしてリスナーの皆さんはどんなお弁当は買いたくないと思うのでしょうか。いってみましょう。ラジオネーム枝松さん、絶対買わないお弁当ベスト3第3位、私がこねましたと汗だくのおじさんの写真が貼ってあるハンバーグ弁当。あ、ありますね。嫌だね。この間のファンファンフェスティバルの俺みたいな感じも汗大汗かいてましたね。第2位、私が出しましたと鶏の肛門の写真が貼ってある卵サンド弁当。余計余計、肛門じゃなくていい、ここから出ました。顔にしてせめて。第1位、私が上がっていますと愛らしい豚の写真が貼ってあるとんかつ弁当。私ですって言って豚の写真が貼ってあると一気に食べにくくなっちゃうわ。ちょっと悲しくなっちゃう。顔が見えると言ってもこの顔は見なくていい。続きは11時台。午前様様、さあラジオカー小野優子ですけども、52分半までいいからね。呼んでしょう。小野ちゃん。はい、ありがとうございます、はいはい、52分半までよろしくお願いします。はい、この時間は呉市中通り高砂餅レンガ通り店にやってきました。はい、はいはい、私たち朝9時ごろ RCC 出発したんですが、その時点でも風がとっても爽やかで、うん、秋の訪れちょっとやっぱり感じますよね。そうだね、そうなんですよ。でなぜかちょっとこの爽やかな気温になってくると途端に
食べたくなるお団子、お餅。あ、もう先に言われてしまった。伊賀餅だよ、伊賀餅。絶対そうだよ。そんな中、そうなんですよ、暮れの秋ならではの伊賀餅紹介したいと思います。では早速、高砂賀餅の伊勢田美香さんにお話を伺います。伊勢田さん、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。お願いします。私の目の前にもうさっき言われてしまいましたね。あの3色、黄色、ピンク、緑の、あの伊賀餅並んでるんですけれども、これ呉名物と書いてあるんですが、やっぱり呉といえばなんですか？そうですね、伊賀餅ですね、はい、これっていつ食べられるものってあるんですか？お祭りの時に食べるお餅なんですけれども、はい、呉だけなんで、はい、確かに私広島市出身なのであんまり馴染みがなくて、実際実物見たのも今日初めてなんですけども、カラフルでとっても可愛いですね。で、今9月なんですけども、時期的にはもうちょっと後なんですか？そうですね、今から秋祭りが始まるんで、それに合わせてで、ね、本当は伊賀、あのお祭りの日しか売ってないお餅なんですよ。なるほど。じゃあこの高砂餅さんでは1年販売されてるということなんですかね？あ、そうですね、はい。じゃあちょっと私と同じピンク色の伊賀餅ちょっと今からいただいてみてもいいですか、はい、じゃあマスク外させていただきまして、いただきます。うん、あ、もっちりとしてて、あ、上のこれつぶつぶがお米ということなんですね。もち米ですね、はい、あ、食感も楽しくて甘くて美味しいです。これあの1年販売されてるとさっき伺ったんですが、何か理由があってなんですか？あ、観光客の人が伊賀餅ってないですかっていうことなんで、だったらちょっとだけなんですけれども作ろうかなと思いまして。確かにお祭りの時期だけっていうのも特別感がいいですけれども、やっぱり通年食べられると楽しくて美味しいですよね。伊勢田さんはすいません、呉の方でいらっしゃるんですか？そうです。じゃあこの伊賀餅について何か思い出とかってあったりします？もう本当に当たり前のようにお祭りの日はこれを食べるって感じなんで、あんまり考えたことがないんですよね。でも今年もその亀山神社のお祭りも縮小ですけど実際開催されるということなので、やっぱり呉に来てこの伊賀餅食べて楽しんでほしいですね、はい、そうですね、ありがとうございます。いや、お店10時開店ということなんですが、はい、もう今ひっきりなしにお客さん来られてて、本当に呉に根ざしたいいお店だって伝わってきました。今日は伊勢田さん、美香さんにお話を伺いました。すいません、今日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではスタジオにお返しします。小野ちゃん。はい。もうこの高砂餅さんのさ、はい、伊賀餅は、もう俺多分、はい、人生何百個食べたか分かんないですね。ありがとうございます。本当にわーっつってもらったらもう彩りも豊かだし、うん、味も間違いないし、はい、もうこれからのシーズン最高だよね。そうですね、はい、秋らしい食べ物ですよね、うんうん、特にこれから月見団子代わりにもね、うん、使えると思うので、はい、ぜひぜひ皆さんも、呉市中通りに行ったら足を運んでいただければと思います。今日お忙しい中ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ラジオカー小野優子でした。やっぱり出島さんの人気はすごいみたいで。何ですか？赤ずきんさんから、黒縁メガネにパーマ好きな私は前から出島さんのファン、日曜日はそっくりなドラマーさんにも目が釘付け、うん、ぜひぜひプロマイド作ってください、あ、買います。何なんですか、それは性的な対象として見てるってことですか？何を求めてきてるんですか？どうなんだろう。風俗じゃないですからね。さあ11時を回りました。午前様様、今日は水曜日です。もう本当にファンファンフェスティバルのご感想をたくさんありがとうございます。こちらはタコさんです。午前様様メンバーの皆さん、ファンファンフェスティバルお疲れ様でした。僕は最前列に座って見ておりましたが、皆さんの歌に圧倒され癒されたと同時に、合間のいろいろなトークに大笑い、3時間がとても楽しく幸せに感じました。まだ余韻が残っておりますが、イベントで出演者の方々やリスナーの方々から元気をいただき、明日への活力になっています。はあ、よかったです。翌日また現実に戻りましたが、前向きな姿勢で突き進んでいきたいと思います。午前様様メンバーの皆さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、楽しい時間をありがとうございました。ちなみに会場で横山さんの小説購入しました。直筆サインにびっくり、今読んでますよと。いや、そうなんですよね、横山さんの本もすごく大好評というか、ほぼほぼもう売れちゃったんですよね、あそこに準備していた分は。
あとあそこに並んでいたといえば、ユッキーラッキーじゃんけんタイムの小道具たち、皆さん見ましたでしょうか。手作り感満載だったんですけれども、それがピスタチオさんの娘さんが作ってくれている小道具たちなんです。でロボットもあれもあの娘さんが作ってくれて、お腹のところには中根っていう文字が実は書いてあったりとかしたんですよね、うん、はい、なんかさ、はい、展示してあったじゃない、はいはい、あれにさ、ええ、すごい偉そうに、ええ、手を触れないでくださいって書いてあったじゃん触れてもよかろうじゃない確かに思いましたね。子供の夏休みの工作みたいな状況で、ええ、スーパーコンピューター中根も含め、いろんな中根グッズ、今までの変装グッズが展示してあったけど、すごいこう一番前に、手を触れないでくださいそんな美術品触れさせろ逆になんなら一緒にねちょっと遊んで写真撮ってほしかったですね皆さんにつけたりとかしてさ、そう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 、なりきってほしかったですね。なんであそこだけ分かんないです、美術品みたいな扱いになって、それはピスタチオさん、ピスタチオ多分宝物みたいあれこそチャリティーオークションで売れ売っていいかなすごい金に化けるからね確かに、でもほらあ、ヤクチップスとか、あとこれ中根さんに、はい、遅ればせながら誕生日プレゼントですって、ありがとうございます、お肉入ってます、やったー、でこれも中根さんに、はい、おむすびが、赤飯のおむすびが入ってる方が横山さん、うん、入ってない方が中根さん、ありがとうございますとかお菓子とかもういっぱい、まあ、みんなバーバーベストバリ来ましたとかつって、はい、いろんな連絡をしてくださったり、ありがとうございます、本当ありがたいね、ねえ、本当どんだけ金使う気なんだよあれだったらもう現金くれ。いや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 ちゃんと物にね、還元されてますからね。まあそうね、でもね、はい、皆さんを豊かにするっていう意味で言うとね、喜んでいただいて何よりと思ったりしますが、うん、この方も喜んでいただき、皆さんを豊かな生活に導くという伝道師でもあります。はい。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。伝道師、ババでございます。はい、あ、どうもどうも。はい。今日もまたね、素敵ないい商品持ってまいりましたよ。はい。はい、と言いますのは、皆さん、今日は久々スマートフォンのご紹介でございます。うん、今ね、周りを見渡しましても、ほとんどの方がスマホになってきましたよね。うんうんうん、2つ折りのガラケー使ってらっしゃる方は見かけなくなってきましたもんね。昨日ちなみに、俺、母清と電話で話しながらウォーキングしたのね。た時に、母清の口からスマホっていう言葉が出てきた。なんか姉ちゃんからね、スマホを見せてもらったっちゅうけど、この人スマホってわかんだと思った。そうそうそう。うんうん、ね。いや、スマートフォンに切り替えたらですね、ボタンも大きいので、押し間違いなんかも実は少なくなるんですよ、はいはいはい、最初にねかけ方さえ教えてもらえれば、うん、あ、こっちの方がね老眼鏡もいらずにかけやすいわっていう方も結構いらっしゃるんですよ。おい、だからね2つ折りの携帯電話ももちろんいいんですけれども、うん、スマートフォンにそろそろ乗り換えなさいませんかと今日はこういうご提案でございます、はい、なるほど。ただスマホに乗り換えた途端にね高くなるんじゃないのと思ってらっしゃる方、うんうん、未だにいらっしゃるんですけど、はい、違うんです皆さん。ジャパネットのスマートフォンは逆に安くなります。おう、ここなんですよ。ね、だってね今スマートフォン使ってらっしゃる方7000円とか一月8000円使ってる1万円超えてるっていう方いらっしゃいますよね、うんうん、もったいないですよ皆さん、はい、ジャパネットのスマホは全部込み込み月額3980円でございます。安い、破格だよね安いでしょ、うん、ただねこんだけ安いんでジャパネットのスマホちゃんとつながるのっておっしゃる方ね、あと DHS なんじゃないのとかそうそう違うんです皆さん、これ、ね、回線はソフトバンク回線ですから大丈夫です、うん、ちゃんとつながりますどころかつながりやすいです、うん、はい、だからもうねつながるかどうかの不安はもう一切取り払ってくださいね。ポケベルとかじゃないよね。違いますからね、ちゃんとつながるんだから、ね、この令和の時代に使い勝手は抜群なんですよ。そうです、誰ともつながらないけど、もうだもう絶対つながありますからね、ソフトバンクですからお任せくださいよ、はい、そしてですね皆さんこの3908年の中身なんですよ、うん、ね、普通はオプションになるようなものが最初から込みになってるんです。はい、例えば話し放題が込みです、うん、ね、普通は話し放題プランって月々1500円とか2000円上乗せになりますでしょ、はいはいはい、それが込みになっての3980円、うん、1日に何回かけてもいいんです、はい、何時間話し込んでもいいんです。だからある意味ずっとつなぎっぱなしでもいいってことでしょいいです、24時間つなぎっぱなしでも大丈夫、ね、うんうん、ね、
遠距離恋愛してる時にこれがあったらね、僕ももっとうまくいったのになっていつも思うんですよね。そんな後悔があるんですか、ババさんに。電話代が高かったんだもん。あと逆にでもしつこがられて嫌がられる。こら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 。切る理由ができてよかった。こらこら。ね。そう。話し放題、かけ放題ですよ。うんうんうん、そしてインターネット。これも安いのにですね、はい、1ギガ2ギガじゃないんです、はい、たっぷり15ギガ使っていただけます。もう十分。15は私1回も使い切ったことないんですよ。俺もないな。で残った分は翌月に繰り越しできるんで、うん、大体私毎月20何ギガ持ってる状態からスタートするんですね、絶対一生使い切らないんじゃないかと思いますね。本当もうそうやってね、うん、だからもう本当たっぷりのインターネットができると思ってくださいね、はい、そして皆さんここが大事なポイント、機種代金も込みになってるんです。今これが高いんだよね。そうなんですよね。いや皆さんもうね、今機種をお店に見に行ったら平気でね10万とかしますからね。昔さ、はい、なんか携帯の機種ってタダみたいなイメージがそうそうそうあったじゃない。0円とかでしたもんね、はいはいはい、なんかあんなイメージがずっとこびりついてるから、うんうん、行ったらさ、え、こん、え、これは、うん、え、この、え、これ探偵でこの値段がするのとかね、もうすごい聞きたくなるよね。はいはい、そうなんです、うんうん、ね、それがですね皆さん機種代が入ってる、つまり機種代のことはもう考えなくていい、うんうん、ということなんですよ。で月々3,980円、これいいでしょ。すごいよね。ただねそうなるとじゃあ渡される機種がね、うん、売れ残りの、はいはいはい、いけてない使いにくいやつがね届くんじゃないのって思われるじゃないですか、うんうん、ところが違うんです。皆さんにお渡しするのは最新 5G に対応したスマートフォンなんですよ。ただ表面は割れてるんでしょ。違います。ピカピカ。そんなわけない。まだ箱からも出してないですから。すごいね。ピカピカのシャープのアクオスフォンをお渡しいたします、うん、5G ですよ、はい、だからあの新しい電波をねキャッチできるんで、うん、インターネットがめっちゃ早いんですよ。サックサク、サックサクです、うん、そして何よりすごいのはバッテリーの持ち、はい、1週間持ちます、これがすごいよね。すごいでしょ。1週間だからね、今外出するときに必ず充電器を持っていくとか、うん、予備のバッテリー持っていくっていう方はねいらなくなります、はい、俺この間さ、うん、アップデートしたら、うんうん、途端にバッテリーの持ちが悪くなったのね。ああ、なるほど。だからあ、こんなに またほらこの不安な生活が始まったってちょっと思ったんだよね。うん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 、やっぱどのぐらい持つかって大事よね。そうですね、うん、バッテリーの持ちは大事でございます、はい、1週間持ちですよ、うん、そして嬉しいのはですね、これスマートフォンで直接ラジオがキャッチできます。おラジオが聞けます。今まではほらラジコで聞いてらっしゃるっていう方ね、うんうんうん、いらっしゃったと思うんですけど、例えばほらあのマツダスタジアムにね、ズムズムスタジアムに、はいはい、スマートフォン持ってって、うんうんね、野球見ながらラジオの実況中継聞く方いらっしゃいますでしょ、はい、ラジコじゃ遅くてもうダメだったんですよ、うん、お1分ぐらい遅れるもんね。そうそう、うんうん、ところがこれだったらリアルタイムのラジオの放送を聞きながら、あそうかスマートフォンでそれが済むんですよ。ラジオ持ってかなくていいんですよ、うんうん、いいでしょこれ、便利でしょ、うん、便利だね。ラジオが直接聞けるスマートフォンですよ。災害の時とかもラジオがパッと入るから、そう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 何の心配もないってことよね。防災にもいい役立つわけですよ。バッテリーも1週間持つしね、うんうん、あそうだね、いいこと尽くしじゃないですか。お、ね、となれば皆さんね、ぜひ買い替えていただきたいんですけど、うん、もう一つだけお伝えしたいのは、はい、家族割、これぜひ使ってください。一人で乗り換えるのはもったいない、うん、ご夫婦でとかご家族でとなったら2代目3代目もっと安くなります、うん、2,792円、はい、超安いでしょ。3000円切っちゃった。家族2人分で7000円に収まっちゃうんですよ。いやすごいね、1人分よりも安いでしょ。機種代金も入ってるんだもんね。めっちゃ安いんですよ。だからぜひ皆さんにねこの機会に乗り換えていただきたいんです、うん、ただキャンペーンが10月1日まで、これ過ぎたら月額料金ちょっと上がりますからね、はい、今だったら3,980円が適用されますんで、はい、ぜひぜひお問い合わせになってください、うん、あの最初にかかってくる費用っていうのがありまして、電話番号変えずに乗り換えできますから、うん、ここに事務手数料3300円ご負担お願いしますね、はい、そしてジャパネットは皆さんのご自宅で訪問レッスン行います。ここに9980円のご負担お願いします。最初の1回こっきりね、うんうん、これだけ払っていただいたらあとは月々めっちゃ安くなりますんで、はい、ぜひぜひお早めに0120-441-555番、441-555番でお電話お待ちしております。だからあれなんだよね、そのサポート料金がかかるけど9980円、はい、それ頼んだら自宅まで持ってきてくれて、そうそうそう、で設定とか、うん、全部基本レッスンとか全部やってくれるんだよね。電話帳の移行も全部やります。あ、もうそれが一番。LINE の設定も全部やります。安心ですね。ね、うん、そうなんですよ。なんか買ったのはいいけど、それをどうしていいかがもう分からずに、そうそう、今説明書もないし、うん、で窓口も教えてくんないし、うん、何人か連絡先消えちゃったりしますもんね。いや、本当大変なの。ねえ、全部しっかりやりますから。は、う、い、ん。このための費用ですからね、ぜひ、うん、え、前向きにご検討なさってください。はい。ということで、
あの買いたいっていう方がもしジャパネットに電話した場合何と言えばいいんでしたっけ。ババさんのラジオ聞いたで今日もよろしくお願いいたします。これマストですよ。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日もこの方ババさんでした。ジャパネットジャパネット夢のジャパネット高田。御前様会議その2。今週は夜食の話でお送りしています。はい、鳥取の大輔さん、初めてメッセージを送りますと。はい、夜食といえば私が住んでいるアパートの下はコンビニなのです。うん、夜中12時頃小腹が空くとパジャマ姿でコンビニに行き、食べたいなぁと思うものを買ってアパートへ戻って食べます。はい、ちなみに昨晩の夜食は唐揚げ弁当、うん、塩むすび2個、野菜サラダ、カップヌードルです。お、毎日違うものを夜食として食べています。たくさん食べても食後に筋トレをしますから太りませんよ。そんな食って、夜食だよね。はい、夜食で晩飯ってことじゃないよね。もうそうですね。唐揚げ弁当、はい、唐揚げ弁当、おむすび、塩むすび2個、塩むすび2個、野菜サラダ、カップヌードル、毎日違うものを夜食として食べているそうです。を食べて筋トレ、筋トレ、バカなんじゃない。脳みそが筋肉でできてるんじゃないですか。でもちゃんと全部筋肉に変わるっていいですね。うん、確かに。ね、ただバカなんだよ。そうか、どうする、うん、もし自分がさ、付き合った人とか結婚した人間が、うん、毎晩これを食うんだよ。うざすっげえうざい。いや、初めてメールくださったんですから、もうちょっと優しくしましょうよ。だって嘘じゃん、毎晩これ夜食で食うの。晩ご飯だよね。鳥取の大輔さん、うん、はい、だって夜中12時頃に小腹が空くとパジャマ姿でコンビニに行かれるみたいな。いる、たまにいる。はい、でそれで毎日夜食を買って毎日違うものを、うん、あのさ、まあまあちゃんとした場所ってあるじゃん。はい、こう大きいショッピングモールとかさ、ええ、ああいうところにこう突っかけとかで来てる人見ると、あ、俺たちからするとここはちょっと街に出るみたいな感覚だけど、うんうんうん、この人たちがするとご近所さんに買い物に行ってるって感じなんだろうなっていう、 そうですね、そこがこう混在してる場所があるよね。ありますね。わ、うんうん、かります。ちょっと大きめなスーパーとか、うんうん、で車で行く場所ではあるんだけれども、はい、この近くに住む人からすると、うん、まあ日常使いするスーパー、そう、自転車で来るんだなとかさ。そうですね、あのギャップ。こっちはちょっともうワクワクしながら来てるのに、向こうは何をワクワクしとんやこの辺。もういいじゃないですか。中学生とか高校生そういうところでデートしたりするじゃない。あります、うん、してましたね。してたよ。大きいショッピングモール、ボーリング場とかもあるから。ああそうだね、はい、映画館もあったり、私はあのドームの近く、当時はホークスタウンって言っていたんですけど、あそこのショッピングモールはデートスポットによくなってました。あれ、ハードロックカフェがあるとこ。あ、そうですそうです、あそこだよね。 HKT のあの皆さんのホーム、うん、ホームグラウンド。ああ、そう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 。本当もう球場行く直前のところにあるとこだよね。そうですそうです。今ちょっと新しくなって名前変わったから名前忘れましたけど。うん、あそこはときめくね。あそこよくボーリングしてました。海も近いしね。そうなんです。そのまま浜に出られるので。手つないで海行って。はい。で夕日とか見て。でそこからどこでチューする、どこでチューするみたいな。チューポイントどこみたいな。いや、でも確かに夕方になると。教えて先輩、チューはどこでするみたいな。そうです。青春の場所です、あそこは。うんうんうん、チューした。してない。ああ、そう。俺も何気地元ではそんなチューしてないんだよね。若い頃しかいなかったから。いや、そうですね。うん、私、高校時代、手さえも繋いだことなかったです。足足を絡ませる。どうやって、うん、どうやって足絡ませるかな。足相撲的なこと。だからじゃあ、いつも足絡めてくるよね。って。もう蹴飛ばしてますよね、それね。手つないだことないけど向かい合ってそったら必ず足をかえすごい攻撃なんだけど、なんかカンガルーみたいですね。キックし合うみたいな。そんなことはしてませんでした。いいね、はい、俺今メール読もうと思ったけど俺のとこに会議一枚もないこと聞いてた。え、なんで今パッと、あ、俺何にもねえんだと思った。お分けいたします。なんか新しいラジオネームの方結構いらっしゃって。本当だ、フェアリーテールはおとぎ話って、はい、初めてだね。ありがとうございます。夜食というと、うん、ファミレスのモーニングの味が思い出されます。うん、大学時代、私とその友人はしばしば
深夜や明け方まで麻雀をしておりました。はい。みんなで食べ放題だったチーズ入りのフォカッチャをひたすらおかわりして、店員さんから白い目で見られていたのを今となってはとってもいい思い出ですね。フォカッチャって何？なんかパンなんですよね、イタリアの。うん。ね、なんかなんとは違うけど、もうちょっとパサパサしているスコーンほど硬くはないパン。あ、スコーンもわかんないからね。俺言ったよね、南国の夜沖縄の横ちゃんのところに行った時にさ、もうずっと飲んでたの、もうほんとずっと飲んでたの、で途中ものすごい腹が減ったの。おった時にさっと横ちゃんが、なんかお菓子を出してくれたの、これむちゃくちゃうまかったの。何のお菓子ですか？で、これが俺沖縄にしかないものだと思ってて、これすごい美味しいね、なんていう食べ物だったら、あ、スコーンですって言われて、普通の食い物だったんだ。普通の食い物、俺全然知らずにさ、すごい、なんかサーターアンダギーが出てきたような感じがあって、いやいや、そうですよね、似てると思う。なんかこれ美味しい、すごい美味しいと思って、横ちゃんこれすごい美味しいね、なんていう食べ物、あ、スコーンですよ、スコーン、スコーン美味しいっすかって、これのことだったんだと全然分かってなかったの。スコーンは普通にカフェにもあります、パン屋さんとかでも売ってます。もうさ、すごい似てるものなのに名前変えるのやめてよ。なんかもう、もうああいうのってもう一括りにパンとかでもいいし、いやパン的なものとかでもいいのに。だってクリームパンとカレーパンは違うでしょ。でもパンじゃん。塩パンも違うでしょ。でもパンじゃん。あれもパンじゃん、もうスコーンなんです、あれは。なんやスコーンって。好きだったくせに。超美味しいでやんのこいつと。あそこからもうスコーンを探すの、コンビニとか。スコーンはどこにある、スコーン。そうですね、コンビニにもありますからね。今チョコレートが入ってるものとかもありますから。すごい。なんで沖縄でスコーン覚えてくるんですか。美味しかった、すごい、もう沖縄最高と思ったらスコーンだった。不思議だな、なんかずれてるんだよな。知らないんだよね、夜中に食べるものじゃないし。しかもあと俺、その食べるものっていうものの名前を覚えないっていうのと、はい、あと行った店の名前を全く覚えてない。ああ、そうですね、うん、ほんと1ミリも覚えてない。何回も、それこそ手島とかとさ、はい、すごいよく行く飲み屋さんがあって、はい、ママさんすごいいい人でさ、うんうん、で必ずものすごいいろんなあのよくしてくださるの、うん、だけどいつもあの花屋の上んとこっていうか、もうなんか店の名前が分かんないんだよ。何回行っても全然覚えないの。場所は分かるんです、ね、分かってる分かってる、あの花屋の上んとこのあるじゃん、ママさんがいい人のとこ、あそこ行こうって言うから、なんていう名前なんだよって分かんない。伝わらない、全然もう何にも覚えてない。ああ、そうですか。次行った時覚えてあげてください。いや、もうね、何回も覚えようとしてるの、うん、ここの名前はこうだから、ここの名前はこうだからと思って、で何回か会話の中に出すの、はい、あのさ、ここのなんとかっていう店にさって言って、うん、で言ってるうちにトイレとか行った時、この店の名前なんだったっけって、もう必ず私がやるのは、私も結構忘れがちなんですよ、うん、でいいお店だなと思ってても場所さえも忘れちゃうことがあるので、はい、スケジュール帳に書きます。あ、この日はここに行く予定っていう場所まで書く、うんうん、今もう携帯で管理してたりもするので、うん、お店の名前とマップ、その地図に載せられるようにしてます。そ、うんうん、したらなんか忘れてても、うん、あ、このくらいに行ったんだよなと思ってスケジュール帳振り返ったら、うん、はい、あった。俺名刺とかもらっても全然覚えられないの、人の名前も、うん、だから昔ね、その人の特徴を書けばいいよとか覚えたから、よく、ね、はい、その似顔絵をちょっと書いたり、はい、ヒゲ、メガネとかさ、うんうんうん、書いてたけど、もうその人存在すら忘れるんだ。何も浮かばない、なんだこのヒゲメガネっていう、ただ悪口が書いてるだけみたいになっちゃうの。まあね、うん、本当はね、覚えた方が自分も得することもたくさんあるんでしょうけれども、はい、あれ覚えるのって、うん、向こうからすると最高のもてなしじゃない。いや、そりゃそうですよ。2回目なのに、あー、なんとかさんとかってパッと言われたりとかすると、うん、嬉しいですよね。嬉しいよね。それも横山さんから言われるとすっごい嬉しい方たくさんいらっしゃる。俺も多分100回ぐらいかもしれないですけど、俺釜谷津博さんにもう3回会ってんのに、初めましてって言って釜谷さんから横山さん今日4回目って言われて、いや、もう、もうあんな、もうあんな特徴がある人に会ったのも分かんないの。全然その瞬間を生きてるんですね。いや、これが青春って言うんだろうね。なんだそれ。青い春と書いて青春って言うんだろうね。覚えるように頑張ってください。それから、はい、療養中のリーマンさんから、うん、夜食の話ですが、
私は大学4年生になるまで夜食というものを食べていませんでした。お大学で研究室に配属されて論文を書くためのデータを夜遅くまで取ったり、家が遠い人は研究室に泊まり込んでいました、うん、そんな中コンビニバイトをしていた友人が大量の廃棄おにぎりやお弁当を持ってきてほぼ毎日食べておりまして、うん、食べていたら体重がみるみる増えていき、はい、卒論発表会で着るスーツが入らなくなって慌てて買いに行った思い出があります。うーん俺もそうだった、うん、俺大学生の時にコンビニでバイトしたから、はい、当時はまだ緩かったからね、うんうんうん、の廃棄を持って帰って、はい、で大学の映画研究部のやつらみんな後輩たちにウェーって渡して、うん、たらあこいつらこうやって食べ物渡す従順になるんだってことが分かったからいやいや従えてるわけじゃないですか。いかに廃棄を出していくかってこと違う違う仕事の内容それじゃない。なんとかしてあの美味しそうなやつを廃棄に持っていくために奥に入れようとかさダメだってよしこれを手に入れたぞと思って、もう最初からキープしとくんじゃないですか、うん、で内藤って内藤今日もすごい廃棄があるから全員呼べとかって、ただもう帰った時俺の部屋に後輩たちもう鍵開いてるからさ、うん、もうみんな入ってきて、はい、おい来たぞザーッとさすが横山さんみたいなあれでみんなのこう一致団結のムード、うん、横山さんって求心力ありますよねとか、いや弁当がねみたいな俺個人じゃないって本当うまく生きてるな今週は夜食の話でお待ちしています。何でもベスト3、グルメ、売上、イメージ調査など人は順位をつけられると不思議と気になってしまうものです。あまり聞いたことがないランキングがあったとしたらどんなものが上位に入るのかを考えるお便りコーナーです。今週のお題は絶対に買わないお弁当ベスト3です。ということで、今日もバカバカしいネタの数々が届いてますけど、はい、さっきさ横山モーデにさちょっとこのコーナーとかでも有名なリスナーが来てたのさ、でピスタチオにおこいつあいつって言ったの、うん、だからピスタチオがお前さ何でもベスト3頑張れよもうちょっとじゃねえかって言って戻ってきたなんとエールを送ってたってピスタチオ励ましのお言葉が、うん、もうちょっと頑張れよとかってお前コーチなのか何なんだお前の立場といつの間にではでは、はい、早速行ってみましょう。絶対買わないお弁当ラジオネームクロッケ絶対買わないお弁当ベスト3第3位ものすごく重たい石の器に入った石焼きビビンバありそうっちゃありそう、うん、石感が半端ないね、うんうん、第2位すごく重たい鉄の器に入った鉄火巻き意味ないその鉄じゃねえ第1位すごい仲の悪い親子が作った親子丼その親子じゃない嫌だな嫌ですね何やってんだお前いや大したこと何やってんだこの野郎とかつってお前そんな大したからダメなんだはい、はい、親子丼どうぞいやもう絶対ダメだよねこの親子です。ありますよねなんかそういうお店、うん、はいはい、ご夫婦でされていたりだとか、うん、いつも喧嘩ばっかり喧嘩ばっかりしてるしてるけど、うん、でもだからお客さんもちょっとこう、はい、中に入れないとかたださそういう店にかけてうまいんだよねそう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 味は間違いない。俺流れ川に昔さ本当にうまいチャーハン出すラーメン屋があってさもうクソジジイとクソババみたいなのがやってたのもうこのクソジジイとクソババが喧嘩ばっかりしてんの。もう夜中2時3時だよ、よくこの時間までこんな元気があるねってぐらいのもうクソじじとクソババなんだけどこの2人が出すチャーハンが最高にうまくてさ、でそのお店がご主人が亡くなるの、うん、だからもうあのクソババがほんと元気なくなって、うん、でもう今ガソリンスタンドじゃないか、駐車場になってんのね、ええ、だけどあそこほんと美味しかったなと思うよね。ねえ、その喧嘩がやっぱ活気になるんでしょうね、うんうんうん、お店のね。はい、で、また、なんか腹が立ってるからさ、味も濃いんだよ、なんかもう。もうね、うめえもう、飲んだ後の味の濃いチャーハン、最高なんだよな。最高だな。宮島マジか、絶対買わないお弁当ベスト3。第3位頼んでも、ご飯を大盛りにしてくれない。第2位頼んでも、ご飯を小盛りにしてくれない。あるよね、たまにね、うん、第1位でも店長は話をすごい盛る
そっちはもう論外どうでもいい、うん、店長と話さなくてもいいよ別に無視しときゃいいだろう。そうです、ね、93キロのプッコラ絶対に買わないお弁当第3位、栄養のバランスが偏っている。うん、まだ弁当でも偏ってるよね。偏りますね、うんうん、野菜少なめ。第2位、具の配置されているバランスが悪く偏っている。うん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 、まあしょうがないしょうがない、もっと唐揚げ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 ってなっちゃうよね第1位、売り場の床が傾いている。え、それ弁当関係はないけど、栄養のバランスも偏ってる、具の配置も偏ってる、うん、売り場も傾いてる経営も傾くわそれ確かに。記念物の鉄絶対買わないお弁当ベスト3第3位、味付けがすっごい酸っぱい。酸っぱいか、酸っぱいの嫌だよね。濃いのはいいけど酸っぱいは確かに腐ってんじゃねえと思うんです。酸っぱいと思う、ね、心配になるかも。第2位、味付けがすごくしょっかい。あー、しょっぱい、しょっ辛い、塩っ辛い、うん、第3位が酸っぱい、第2位がすごい塩っ辛い、はい、第1位、でもお店の名前はお弁当の佐藤。佐藤、甘いんか。関係ねえよ、それ関係ねえよ全然で関係はなさそうです、ね、別に弁当佐藤であろうが何であろうが酸っぱいこと塩辛いことはよくねえわありそうですけど、ね、店の名前関係ねえわ福山の舘ひろし絶対買わないお弁当第3位、カニではなくカニカマが入っている。うん、まあね、まああるよね、いっぱいね、経費削減。うん、第2位、ステーキではなくステッキ。どういうことが入っている。入らなくない。第1位、唐揚げではなく、うん、刈り上げのおじさんが入っている。入ってねえわバカなんでもいいわみたいな。なんだもう崩壊してる破綻破綻。お弁当じゃない、ステーキじゃなくてステッキが入っている。唐揚げではなくて刈り上げが入ってる。知らんで入れてみろバカということで、はいはい、本当はもっとたくさんメールいただいているんですけれども、のこのお題今週で終わりです。あ、そう、はい、大好き、米硬い、揚げ物硬い、でも割り箸はすぐ折れるとかそれ米が硬いからだってそうですね、一杯もう一杯ほんと一杯だよ、ごめんね、ね、すいません、はい、でもお題変わっちゃいます。来週のお題です、はい、絶対に住みたくないマンションベスト3絶対に住みたくないマンションですよ、はい、太田さん、どんなマンションなのか皆さんぜひ考えてください、はい、来週の番組が始まるまでにメールファックスお待ちしています。ではここで午前様クイズ当選者の発表ですが、その前におさらいをします、はい、今週の会議のテーマは夜食の話ですが、大学生の頃よく友達のお家で飲み会をしていて、みんなでちょっと立ってからコンビニで夜食を買いに行ったりとかしていたんですが、うん、そこで買い物をする私の姿を見て友達から、ユキっていつもこうだよねっていうあることを指摘されました、うん、それは一体どんなことでしょうか、はい、というので正解は、ユキって散々いろんなもの迷った挙句結局豚骨ラーメン買ってるよねって言われました。だからあの時はまだ夜食でラーメン食ってたってことだよね。めちゃくちゃ食べてました。今食わないもんね。今食べないですね。飲み行っても絶対食わないよね。そうですね、うん、まあ、皆さんが本当に食べてるコース料理だとかで、うんうんうん、みんな頼んでるのに一人だけ食べないっていうのはなんとなく申し訳ないなと思うので食べますけど、うんうんうん、そういう時以外は絶対食べないですね。偉いよね、本当に。俺そういう人が一番すごいと思う。俺でも俺も理性とか自分のその本能みたいなものが抑えられたことがない、うんうん、でもだからこそ今の横山さんがあると思っていいと思います制限してたら今ないですからねでは当選者です、はい、JA 広島果実連から三好さんぶどう三好ピオーネ2キロを、今日はラジオネーム竹原のシンデレラさん、イブショウさん、
秋生まれのおばちゃんさんにプレゼントいたします。はい、それぞれおめでとうございます。おめでとうございます。駅西ライダーさん、はい、ファンファンフェスティバルの日アナウンサー辞めます。早速購入させていただいて、ありがとうございます。拝読させていただきました、はい、横山さんがこれまでおっしゃられていた言葉も散りばめられており、はい、小説を読んでいながらドキュメンタリー映画を見ているのかとか錯覚するほど、うん、映画が浮かん映像が浮かんでくるような作品でした、はい、何度も涙が溢れました、うん、これから何度も読み返したいと思います、はい、あの感涙の涙が落とせる作品だと思いますので、うん、来週再来週とサイン会も県内各地もありますのでぜひ足を運んでいただければと思います、はい、ではまた明日さようなら。